500万円使い切れ、ヒカキン&デカキンで行く2泊3日超豪華韓国旅行。競馬で当てた金。ヒカキン TV Everyday。 ブンブンハロー YouTube。 どうもヒカキンと、ブンハロー YouTube。 どうもデカキンです。いや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 、パフ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 、いや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 、すげえ厚みだこれ。はい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 、はい、あーいやいやいや、というわけでついにこの日が来ましたね。はい、簡単に説明すると、去年2022年のクリスマス頃にデカキンさんが競馬の有馬記念で1000万円当てたんですよね。はい、約1000万円の974万円当てます。やばいっすよね。はい、そのリアルな話、税金とかいろいろ抜かれた後に残った500万円、はい、を僕がヒカキンさんにあげたいと。いやもうそれ、っつってやばい。はい、お渡したいなということで。っていうので、去年デカキンさんのチャンネルで動画あげたんですよね。はい。いやちょっと待ってください。それ売れみたいになったんですよね。困って。いやこれはもう本当著作権料ですので、あのいつもモノマネさせていただいてる著作権料なので。めっちゃ怖い人。ちゃんと払えよ。いやもらってください。いやいやいや、これは。いやってなっちゃって、はい、でもデカキンさん本当にぜひって言うから、はい、いやでもそれならやっぱり動画に使いたいなと思ったのと、なんか2人で思い出になるようなことに使いたいなって思って、はい、韓国旅行ありがとうございます。いやでも韓国旅行で500万円ってね。そうですね、海外でこんな使えるってなかなかないですもんね。いや使ったことないですよ、そんなに。いやすごい。しかも、実は、もし500万使うんだったら、僕も韓国旅行、ヒカキンさんと行きたいなと思ってて、そしたら、ヒカキンさんの方から、韓国旅行行こうと思うんですけどって言われて、以心伝心やん。びっくり。あ、でも、今、ちょうどコロナもね、はい、そういう規制も昔より少し緩くなって、はい、で、韓国初なんですよね。初です。もう、ほんと行ったことないです。二人ともね、だから全然韓国、まだこう、何回も行ってるわけじゃないんで、詳しくないんで、はい、楽しみですよね、マジで。本当に楽しみです。僕、そもそも海外旅行がそんな行ったことないんで。あ、最高じゃないですか。最高ですよ。やった。行く場所とかは、詳しい人に聞いて、もう全部なんか最高クラスのホテル、飛行機、移動の車とか、はい、全部もう、マックスで行ってくださいっていうことだけちゃんと伝えてあるんで。使い切るってことですもんね。できたらね。はい。はい。これも置いてもいいですか？はい、もう全然いいです。はい、韓国行ったらちょっとこれ両替します。あ、そうだ、オンになるんだ、こっから。そうっす。じゃあまず空港行きますかね。はい、焼肉イエーイ、韓国旅行だ。まだ朝の7時前ですからね。はい。でもだとしてもこんなにテンション高いってどれだけテンション上がってるかっていう。まあ飛行機で寝ていけるし、ね、そうっすね、はい、もうすぐ着けますね。よし、いやー羽田空港着きました。いやーいいとこですね。あれあれ何やってんですか、何やってんですか。いやいや、アイス食べるんですよ。いや韓国行ってうまいもの食べるのに。いやでもアイス今入れてこないと、だってもう食べれないじゃないですか。このアイス見つけたら、日本だからね、日本で食べないとね。やっぱそうですよ。マジか、チョコミントは絶対食べたいですね。やっちまってんな。ダウン着るとね、厚みがまた倍増してるね。これは目立つわ。食ってんな。冬はチョコミントなんで。冬はやっぱりアイスだよね。うわ、ミントの香りプワーン来てる。うわー、なんかラウンジあるらしいですね。豪華ってことですもんね。あ、そう、今回ですね、僕らちょっといい席で往復で58万円くらいのやつ。もっと高いのあるイメージじゃないですか、はい、なんですけど案外ね、韓国だと2時間なんで、なんかそのとてつもないやつはなかったんですよ。とりあえずそのなんか100万みたいなのはなかったんで、一番いいのにして2人で往復で58万ぐらい。はい、シャワーあるんだ、すごいね。はい、今ラウンジで一杯ジュースを飲んでから飛び立ちます。セレブですよ。しみるな。しみやったね。なんかね、ご飯もすごい好きなだけ食べられそうだったんだけど、ちょっと機内食とかもあるみたいなんで。そうです ね。ちょっと我慢して止められました。食べないでいきます。僕が食べようとしたら止められました。
よし。いやビジネス。やばいっすね、2人で58万4千円。やばいよ。いや、贅沢ですね、これ。ここも贅沢にやるとかやっぱ。まあ、そうね、大丈夫。隕石。最高ですね。わあ。じゃあ、ゆっくりしましょう。はい。足伸ばせるぞ。うお。終わり、ありがとうございます。 PCR 終わりました。僕結構これ得意っすよ。え、本当ですか？得意、もう結構鼻くそとかほじりますあ、ほじるかもしれないですね。じゃあもうこれ耐久バトルあったら勝ちますね。もう血まみれになっても勝ちます。はい。うわ、え、うわ、すげえうわーすげえ、やっばリムジン長ーやばーこれ曲がれんの、これ。それなんかバラみたいなの乗ってるし、すごい迎えてくれてるじゃないですか。やばい、俺乗っていいのかなこれ日本の重鎮が来た感がすごいな、これ。いや、もうそうです、重鎮じゃない、金一族です。あ、そうですね、金一族とんでもないやつ、そこ力を。はい、じゃあ乗っていきますか。行きましょう。うわ、え、うわ、かっこいい。え、なんだこれ、黒い感じで。うわ、すごっ。うわー、すごい、なんかプラネタリウムみたいになってるよ。それも横幅もデカキンさんいても大丈夫な幅がすげー、寝れるじゃないですかこっちうわ、それもさ、水とかさ、弁当みたいなとこあるよ。俺は食い物困んないぞこれ。全部あるんですね、ここ。うわー、なんて暗さなんだ夜パーティーする暗さだよこれ。すごっ。韓国旅行スタート。すごいそれじゃ、わしらの、あ、ありがとうございます。わしらの一族のおさ、ありがとうございます。韓国旅行、あー、おさ、僕が、僕が継がせていただきますんですいません、ちょっと片手持ちなのでこれで失礼します。韓国のミネラルウォーターはどんな味なのかそれじゃ、一族、乾杯。染み渡る恐竜階級の味ですね透き通ってますね、本当に。この水です
うわー、出した出した。はい。はい。というわけで、実はこれから500万円を5000万ボンに。すごいなぁ。多分ね、とんでもない量になるから。あの、なんかちょっと違うんですよね、札の。あ、そうだそうだ。量が変わるんで、楽しみですね。5万ウォン札とかですもんね。だから5000円札がマックスなんですよ。そう。日本でいう5000円札がこっちだとマックスのやつなんで。楽しみだなぁ。じゃあ、はい、換金しに行きましょう。行きましょう。です。まさかの初っ端から緊急事態発生です。なんか聞いてください、ここだけ窓曇ってますここだけ雨の日だな。おかしいな、湿度がおかしいな。これ外ですよね、外が曇ってたから落書きできるでしょ、ほらこれ書けますかで、こちら見ていただくと非常にクリーンな景色となっております。すごいですね、そんな暑いんですか。いや、なんかもうさっき蒸してたんで、この車の中が全然蒸してない、ちょっとサウナ状態だったんで、だいぶカラッとしてるからちょっと待ってよ、これさ、リムジンにもともと置いてあった弁当みたいなやつ。待ってくださいよ、こんなのだって。何これ、これ読めないから。いや、これなんすか。うわ、一番のこれ、あら、うわうわあれだ、あのこれなんだっけ、キンパ、キンパですか、キンパみたいなやつ。キンパですよね。俺も聞いたことある。待ってくださいってことで、ちょっと待ってください、これなんすか。これ香り、めっちゃいい香りするじゃん。すごい、なんかごま油みたいな、なんつうんだろう。うわ、ちょっと待ってください、これってすごくないですか。だって僕らが着いた空港が金浦国際空港ですよね。金一族の金についてますしで、出てきたのこれなんですか。金歯です。金歯、全部金じゃないですか。だってこれは全部準備されてますね。すごいことになってますよ、はいはい、さあ、食にうるさいデカキンさん、はい、初めての韓国、一口目だな。いただきます。ああ、どう、いただきます。あ、あら、ガッカン成長が、うわ、素晴らしい。おいしい。あ、でも食べやすいですね。食べやすい。国のなんかって感じじゃないですね。韓国って飯うまいんだよね。最高ですね、これは。うまあ、どうも。全然すごい。こんにちは。なんかね、韓国の女性たちがすごいアイドル来るんじゃないかみたいになってて、すいません、太ってる二人で。やばい、いろんな人がカメラ回してる人もいる。すいません、ごめんなさい。やばい、あれって言ってどっか行っちゃった、ほら。本当だ。ほら。はい、じゃあ、それでは。デカキンさん、はい、行けますか。はい、僕持ってるんで。うわ、もう出していきましょうよ。あぶね。これまだ今はいいんですけど、これ10倍ぐらいの量になるんで帰りがやばいです。はい、じゃあこれ換金してきます怖い行ってらっしゃい。ちょっと行ってきます。はい、行ってらっしゃい。大丈夫かな捕まえられたりしないかな、なんか怪しいとかね
ちみきもそんな悪いことしてないんだけどさ、強盗した感があったよね。ちょっとありましたね。これは本当になんか銀行からなんか出てきたんじゃないかみたいな。うわーすげえ。いやすごいな。ちょっとちっちゃいんだね、あの1万、日本の1万円よりね。ちょびっとだけちっちゃいですね。うん、ちょっとこれなんかさ縛られてんの、この帯が日本と違う。本当だ、かわいい。かわいいですね。いやこれすごい。さっきもおばちゃんとかみんなワーオーって言ってたんで、一瞬なんかこいつら何なんだみたいな。うわほら、出かけんさん、ほらほら、ミュージックビデオ、ほらラッパーラッパー、ほらヘイ絶対まっとうなことして稼いでないでしょ、あなた。これで3曲作ります。怪しい。イエーイ。こういう見せびらかす人ってなんかちょっと怪しいからな。すごいなこれ使い切んなきゃいけないからね。そうっすよね。うわうわー、これ使えないっすよ、こんなにたくさん。でもこれ千円札みたいな感じですもんね、日本でいうね。あ、そうだ、一番多いって千円札ですよ。 あんまりビビらないでいきましょう、ガンガン。なるほど、はい、この後、ヨンドン行きます。あの屋台とかで有名なね。なるほど、屋台食べまくりましょう。これ、こんなあったら屋台買えますよ下手したら、これで売ってくれてたら。韓国語で、屋台ごとくださいって言うしかない。屋台ごとください。冗談伝わるかわかんないけど、まあ、いや、すごいな。じゃあ行きますか。行きましょう。しゃ、屋台で使えるデカキン韓国語講座。いきなり始まったの。はい、始まりました。ヒカキンさん、はい、今からですね、屋台に行くわけですけども、韓国語お分かりですか？アニョハセヨー。それで買えますか、何か屋台のもの。アニョハセヨーって言ったら何か比べますか？ワンワンワン。ああ、もうそれはもうせっかく韓国に来たんですから、ワンとか英語使わずに、そうね、やっぱり韓国語を使いましょうということで、デカキンがちょっと夜鍋して、お、デカキン調べて調べてきました。素晴らしい。はい、じゃあまずあの店員さん呼ばなきゃいけないですよね。あのすいませんとかっていう言葉、はい、まずこれ一番大事です。お、チョギヨー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 。何回言うんだよ。ちょあのってことですか。あのです。あのすいません言ってください。ちゃんと声に出してください。チョギヨーチョギヨー。でもこれネットで聞くと本当にそういう感じで言ってくれます。結構低い、ね、低い声でチョギヨー。あ、これクイズですね。僕そういえば忘れてましたけど、クイズ絶対答えられないですからね、僕レッスンで。じゃあ、はい、じゃあいきますよ、はい、僕が今から言う言葉を日本語に訳してください。クイズじゃないですか。イフォイフォ低いな。これ大事です。んこれこれ正解です。マジ、おー当たってんじゃん。ピンポンピンポン。状況イフォ。そうです、そうです。これでもうまず変えます。あのこれ、あのこれって、まあまあ文章としては良くないですけど、あのこれでいきますよね。チョギヨーイグー。これでまずいけます。ただこの時に次これですね。ハンゲトゲセゲ。お、123だ。そう、正解です。はい、1個2個3個ですね。チョギヨーチョギヨーイグーで、ハンゲハンゲ。あ、そうですね。じゃあ、あのこれ1個、まあ、言えてます。はい、ということで以上、デカキン韓国語講座でした。はい、もうこれで今回屋台いけると思う。ちゃんとビビらずに日本語を一回使わないで頑張ろう。はい、お願いします。やっぱその国の文化に触れようっていう回でもありますから。そうですね、これもあるしね。はい、お願いします。やばい、人の視線全部集中してるけど、お前誰だよっていう感じで。お金持ちのおデブ出てきた。わあ、もうみんな見てるじゃないですか。ミョンドンだ、わーい。ここミョンドン。やったー、はい、怖いから。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。行きますか。怖いなー。あ、もうあれ食べたいです、僕、イチゴの。うわ、食う？イチゴの飴みたいな。うわさっきの教えた言葉でやってください。あ、わかりました。わかりました。チョギヨー、イグオ、チョゲ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 、オッケー。伝わった、伝わった。韓国語超人ね、超人。おお、ありがとうございます。イグオ、イグオ。いただきます。いただきます。はい、乾杯。あっ、
うまこれやばいですね。うまいな、こんな美味しいんだ。わっ、気づいてくれましたよ。ここら辺すごいな、またそうな。出かけ魚でも本当に食べたいと思ったやつを食べるべき。あ、じゃあこれ超映えるんで。でこれエビ、エビを串にしてますな。チョギを、イグを、チョギ。今ですね、2万は1つで1万はだ。マネイグオイグオイグオアニハセヨもう一枚トゥゲトゥゲイグオうわこれすごい、うわすげえ、すごいな。これしかもバター塗ってません？ほんとだ、バターガーリックシュリンプって書いてある。うわうまそうだ、最高じゃん。なんか幸せって言葉調べませんでしたっけ。あ、変貌変貌けよ変貌けよ変貌変貌けよ変貌けよ。あ、こちらのほぼ天然とマスタードスティックありますよ。おお、ありがとう。さ、カムサムニダカムサムニダ。うわってかけて、あ、これチリか、チリ、うわチリ、チリ両方かけて OK、 両方、うわうわうまそう。こういうことなんだ、はい、こうだ。うわうまいわこれは。カムサハムニダ、カムサハムニダ。これ尻尾ごと食べていいってことだよね。そうですね、多分。やば、これ僕持ちながら食べるの手震えますね。手の震えが止まらんですね。いただきます。手の震え、めっちゃうめえ。いただきます。マシっすよ、マシっすよ。これプリプリですね、本当に。これ日本でも売ってほしいね。味付けがやっぱ美味しい。はい、あ、え、イカゲームの型抜きじゃないですか。これ、あの買いたいです、これ。これは何個も欲しいですよ。商業商業これもいきます。あ、イグオ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 これこれこれと、はい、うわー嬉しい、これ嬉しいな。綺麗にくり抜けると生き残れる、生き残れる。イカゲームでみんな型抜きしてるのこんなでかいんですね。でかいんですよ。で、いくらだろう。How much? 3万カムサムニダカムサムニダ。うわカムサムニダ。うわ嬉しい、おまけでくれたわ。ハートハートだ、これっす。カムサムニダ、うわカムサムニダ。サラーヘヨ、あれ滑ってるな。いやいや滑ってない、めっちゃ滑ったな今俺。なにこれ、たい焼きじゃん。たい焼きだ、たい焼き食べたくね。なんか不思議な通りだよね。横はさ、ニューバランスとかさ、ショップがある前でやってるっていう。だからほんと原宿に屋台がある感じですよね。原宿に屋台、そうだね。今ちょっと教わったんですけど、チュセヨをつけないとニコーみたいな、なんかなってる。ニ、ニみたいになってる。そっかそっか、チュセヨ、チョギヨイゴチュセヨ。あ、あんこ、あんこパスタ、チーズ、クリーム、あんこ。おお、40代5歳。小豆とチャチャリボヤ、シュークリーム、あ、シュークリームらしいんです。おお、いや、4個で5歳。あ、はいはいはい、で、やべ、4個4個で全て頼ってしまいました。2個で1個、そうやったり。あー、カムサハムニダ、カムサハムニダ。あーし、またあの見つけてくださった方がいますよね。ね、ありがとうございます。これちっちゃいのに中トロトロで外サクサク、うざい。今ヒカキンさんが言った本当通りですね。ね、いや、トッポキありますよ。違うよ、トッポッキですよ。トッポッキ、トッポギって日本で言うけど、トッポッキ、ほらトッポッキ。トッポキ主勢よ。そこは僕の上でしたね、はい、うわうまそう。アニョハセヨー、トッポッキ、トッポッキ、トッポッキ、チュセヨー、ねえ、うわー、辛そうだな、これは。ウィンナーのやつとちょっと違う、ウィンナー、ちょっと辛い、甘辛い。じゃあウィンナー、甘辛い、甘辛い、甘辛い。みんなの分買いましょうよ。あ、そうっすね。10個ぐらい、10、はい、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、食べてみて。おー、カムサハムニダ、うわすごいすごいすごい、やべえこれ湯気、
うわ、これ湯気ムンムン。いただきます、はい。おー、辛い。あ、左の前と。おー、めっちゃうめえ。うまやっぱ餅好きじゃないですか、我々。辛いし甘いし、辛いし甘いし、安心する味だね。でも思ったより辛いね。これで甘辛って言ってたもんね。辛い。うめえ。来ましたよ、ウインナートッポッキ。これ2つ一緒に食べるともっと美味しいよって言ってました。あ、そういうことね。はい、いただきます、せーの。あー、うん、うん、美味しい。あ、すごい汚れる。何のインサートなんですかこれ。合うね、ウインナー。合いますね。うわー、チキン。歓迎してよ。あ、トッポッキ入ってますよ。本当だ。高尾さんでーす。高尾さんだ。サムダヤンニムチキン、いただきます。うわ、こんなハチミツ感というか、あれ強いんですか。ちょっとカリカリなんだよ。いちご飴の周りなんじゃないかって一瞬思うぐらい砂糖が入ってる。めちゃめちゃ美味しいですね、これ。うまっ、うまっ。今んとこ全部うまいね。うまいっすね。あ、行くしかねえ。これはもうチーズホットですよね。うん、ポテトソーセージ、チーズソーセージ。チーズでしょ。チーズですね。うまい。じゃ、これとこれ1個ずつにしますね。イグオチュセヨで、半ゲー半ゲーチュセヨ。あー、いけた。いけましたね。うわー、はい、うまそうじゃん。カムサムニダー。あ、で、伝わってない。あ、伝わってなかった。もう半ゲー、もう半ゲー。はいはい。やっぱダメでしたね、デカキンコーナーね。伝わってなかったっすね。いいですか、僕。いい、すいません、いきますよ。はい。おお、これだ。美味しそうに食うな、おい。うまっ。マジ俺これも全然食べたことない。カムサムニダ。繊細なかかり方をしてるよね。いただきます。あ、うん、うん、うまっ。うまっ。あっこ、熱々で超美味しい。うまっ。食べたことない味する。なんかちょっと違いますよね。マスタードの味がちょっと違う、ね。まあ、なんかフランクフルトの外側にと中がチーズたっぷり。不思議な味だ。美味しい。超美味しい。うん、チャンネル登録してくださるそうです。この屋台の人みんなしてくださるって言いましたよ。えー、マジで。伝えてしてくれるって言ってました。優しい。見てる前でチャンネル登録してくれました。嬉しい。みんな優しい。これ芋、さつまいもみたいなやつ。超いい香りする。うわあ、スモールとビッグ。ビッグだよね。ビッグでしょこれは。あ、三つだと。あ、2000ウォンぐらい負けてくれる。じゃあ三つにするか。三つでいきましょう。はい。世界中西洋。え、これ中で焼いてるってことですか。焼いてる焼いてる。あ、スプーンで食べた。わあ、カムサムニだ。うわ、見てこれ。スイーツだこれ。本当に超いい香りする。家でやるとしたら大成功しないとしない香りだ。香りがほらもう大成功の香り。ああ、すごい。なんかドンキで売ってるさつまいも。ああ、ああいう雰囲気だね。雰囲気出てますね。ああ、いい香り。カムサハムニダ。カムサハムニダ。柔らかい。あ、デカキンさんのやつの色やばいな。これオレンジ色っぽいじゃん。すごいな。やべえ。うわ、わあ、おいしい。すごいね、砂糖とか使ってなくて。こんな甘いんだ。最高。あ、最高。3、2、1。あ、これだよな、やっぱな。韓国寒いからな。やばい、あったかい。結構ここ疲れるね。あと声が聞きにくくなりましたね。格段に。だいぶ今周りの音が聞こえづらいね。だやばい。なんか増した音はそれは。いや、ちょっとあのどうしても味忘れられなくて、ちょ、もう一個。今帰るよって言ってて。いや、もう一本食べさせてください。嘘だろ。お帰りさせてください。そんな食べられんの。いや、これはさすがにお願いします。ちょっとイグを半ゲーチュセヨ。あー、嬉しい。この通りで、ね、これ2本食べる人いないんじゃないか。それは結構苦しいからね。てかね、そんなガリガリいけないのよ、雨分厚くて。すごいね。違う個体ですね、人間としてね。すごい、うまい。はい、というわけでちょっとだいぶ腹ごしらえできましたね。はい、もうめちゃめちゃ美味しかったです。で、それも相当声かけてくれてね。
いや、すごかったっすね、やっぱ。すごい本当に知られててというか。でも、韓国の屋台の、皆さんは、誰なんだよ、誰なんだよ。でも、ヒカキン様、ヒカキン様って言ってましたよ。ヒカキン様、ヒカキン様って登録しますねって。って感じで、でも次がね、またこれすごくて。はい。次、なんと、K-POP アイドルになれる写真撮影ができる、フォトスタジオ。に今向かってます。だから我々ついに今日 BTS になれるかもしれないですね。なれるんですか今日。メイクもしてもらえて、なんかポージングの指導もしてもらえて、それっぽく撮ってくれるっていう。で、なんか TikTok でそこが人気らしいですよ。ほんとそれっぽくなれるからみたいな。我々を料理できるのかっていう。確かにこの素材をどうなんだってことですよ。そうですね、この最高の素材を。いい感じでできるのかってことですよ、それは。見たことはないですね、僕は。K-POP でこのボリュームは。いや、できます。ここに黒く塗ってとか、顔も全部黒く塗ってとか。トリックアートみたいな感じでね。できますよね。トリックアートも使っていけば。それはフォトショップで何とかしてもらって。完全に加工じゃないですか、それ。そうです。じゃあ、向かっていきまーす。いきます。行くよ。さっきまでデカニさん、おーって寝てたくせにさ、今俺一瞬だけ目つぶったら起きてるわ、この人。交互に寝てるんですよ。交互に、ね、周りのクラスだと一人一人交互に。じゃあ、K-POP 撮影、行きましょうか。行きましょう。よし。はい、今ですね、ビブリエスタジオってとこに行ったんですけど、はい、日本のテレビなんかもここに来て芸人さんがメイクしてもらってみたいなのがあるみたいですね。もうすごい綺麗になってる写真とかありましたよね。ね、特に女性がまあ多いのかもしれないですけど、まあ我々ね、はい、イケメンなんでね、よりイケメンになれるように。数分後には BTS みたいになってますから。はい、お願いします。じゃあ着替えてメイクしてもらおう。はい、わかりました。じゃあここから着替えてですね。そうですね。はい、ということで見てください、この淡い色使い、このパンツのね、上げ方。この時点でもう結構なってますもんね。結構なってますね。7割ぐらいは完成してきてるんじゃないかなと思います。ここからどこまで救済していただけるかという感じですね。そうですね。今のままだとまずいですから。まずいですね。ここからどれだけの技術で、ね、これ本当に K-POP のアイドルの方、これこんな感じで着るともうめっちゃかっこいいんですよ。僕らはちょっとね、下っ腹もありますけど。確かに皆さん結構上に上げれてますもんね。上に上げられる方いるから。やばいなぁ。なんとか加工なしでいけるんでしょうか。じゃあまずちょっとね、どんな風にしてほしいかとかね、伝えますかね。うわっ、うわ、かっこいい。うわー、すげえ。うわー、どうする。うわ、まあ実際のアイドルなんですけど、はい、韓国の BTS で、まあ順位的にはまあ BTS スタイルとか、うん、どっちセクシー、セクシーワイルド系か、セクシーワイルド系か、かかわいい系、かわいいセクシー。あー、セクシーじゃない。逆に選んでもらってもいいですよね。どっちがピュア担当、どっちがワイルド。うーん、クリアペンズメイド。ちょっと終わらせてます。どんどんライザーギャノンが目線が変わってる。僕ですか。さんの場合は、はい、シャドウ系を使って細く見える。あ、オッケー、細く細くシャドウで陰影を結構つけて奥行きを出す。奥行きを出す。どっちかって悪い男にしますっていう感じ。あら、悪い男になって。悪い男っていうか、まあそれはある意味迫力のある、迫力のある男。まあね、サイズの迫力がある。要は2人ともさっきから言ってるのはちょっと可愛い系なんでって言ってるんですよ。だからそれを逆に、逆に、はいはい、可愛い系を逆に。え、じゃあ僕はなんかパッと見た時に僕どう料理できます。勉強ができそうで、なんかすごい模範的な。ああ、やっぱそう、世界からそう思われてんだ。いやいやいや、もうでもやっぱりたくさんもワイルド系の方がワイルド系すごい優しい。要は同じ意味には捉えるかもしれないですけど、福井さんの場合は可愛いからそれを変身、バッドボーイ。さんは真面目だからそれをバッドボーイにするっていう。ちょっと二人とも悪者になりますね。これね、悪者。じゃあまああとはもうでもね、いろいろやってきていただいてるからもう任せた方がいいかもしれない。そうですね。まあ、はい、やりながら調整していくという形が。ね、じゃあいきますか。はい。レッツゴー。レッツゴー。レッツゴー。よーし。
僕が髪の毛からで、デカケンさんがメイクからです。ちょっと差がついちゃうかもな、だいぶ。でもどうしよう、ヒカキンさんよりも痩せちゃったら問題ですもんね。いや、シャドウ終わったらちょっと問題だな、それは。どうしよう。え、大胆に。おお。なんだろう、本当に。こんなセットされたことないね。クンってここになんかふんわりさせてる。すごい。確かにこういうセットしてるわ、アイドル。すごい。アイロンの使い方が違う、日本。あ、いけるいける。いけるわ。なるほど。いけるいける。変わってないよ。いや、変わってますよ。ちょっとまだ見せれないですけど。Do you like Korean food? Yes, I like. What Korean food? Just, Kaeri. Kaeri. Kaepi. Kaepi. Yes, it's beef. Korean beef. Beef. Yes. 美味しい。Yes. Good. Good. うわ、これかっこいいよ。絶対勝ったじゃん、デカケンさんに。いやいや、いつの間にかもう勝負になってるんだけど、これ絶対勝ってるよ。これメイク前だから。あれ、なんか僕、美川憲一さんみたいになってたんですけど。何て言う？何て言う？シェイティング。おい、すげえ。シェイティング。Yes. 顔が本当に細くなって。Yes. すごい。Your long. Long. Yes. Nose long. Yes. Long, long, long.うわも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 わうわあんた冗談じゃないわよ、三河さんに。あ、でも目閉じながら見つめたら結構セクシー。重鎮感が出てますね。うまそう。僕は挨拶ないわね。こっちゃりなさい、あの子。挨拶ないから。どういう立場なんだ、それは。交代です。いよいよここから仕上がってくんで、どうなるんでしょうか。しゃがんでいただいて、しゃがんで、はい、もうちょっとしゃがんで、はい、上向いて、はい、もうちょっとしゃがんでもらって、はい、で、そこから 手をちょっと上に伸ばすような感じ。もっとしっかり、はい、伸ばし、もっとしっかり、はい、で、あー朝起きたなっていう。絶対使わねえじゃんこれ。ちょっと錯覚するね、俺なったのかもしれないなっていう。え、すごい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 、え、すごいすごい、マジすごい。やばい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 、いけるいけるいける。セーブ。
ムニーだ。さあ、クミンだよ。ああ、サムニーだ。はい、てなわけでこんな結果になりましたね。最高の結果ですね。そうっすね。本当にヒカキンさんはやっぱアイドルにもなれる存在だったんですよ。いやー、道を間違えたかな。今の YouTuber としてもすごいですけど、アイドルでもいけたってことが今回で分かりましたから。10代から目指してたらね、韓国語勉強してね。いや、今日僕屋台の韓国語を教えたんで、それで行けますから。ヒカキンさんもね、でも10代からね、痩せてればあったかもしれないですね、はい、10代から痩せてればあったかもしれないです、はい、あれやりませんか。そうだ、練習したのあるじゃないですか、僕らがアイドルだったらっていう。ハム、トゥ、セ、ヒガキン&デカキン、インミダ。これ売れたな。売れましたね、これで。売れましたね、武道館いけるね。いやもうバッチリだったんで。はい。お支払いしなくてはいけませんね。そうっすね。これだけもうすっごい着替えから長時間やってもらったんで。はい。計算해주세요。87万원입니다。감사합니다。감사합니다。これが、100万だから。お、これだけで足りるってこと？ああ、ちょ、いいよ。すごい、大スターこうやって支払う。大スターこういうことしないから。キャッシュレスの時代でもありますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。You are welcome。 ありがとうございます。약간세뱃돈받는기분이네요。いやいやいや。감사합니다。감사합니다。감사합니다。ありがとうございます。はい、というわけで、ね、K-POP スターになって、このまま。まだちょっと残してますけど、ね。ちょっと残してますね。少し残してます。ていうかまあ、ほぐせなかったんですけどね、もうね。直せなかったんですけど。直すの、ほぐすってあんま言わないですよ。髪の毛がもう、パキパキになってんで。そうですね。はい、このまま、いよいよ、もう夜なんで、今夜8時ですね。あ、もうそんななんですね。まあね、ちょっとね、やっぱこだわりすぎて1時間ぐらい押しちゃってるんで。なるほど。急いで行くんですけど、ホテルですよ、今回泊まる。はい。これがすごいですよね。これがすごい。もう、正直今回の500万円のうちの大半というか、一番大きい部分、まあ、300万円が、ホテルのもう最高スイートルームに、まあ、払います。はい。今からそのスイートルーム。行きます。行きましょう。楽しみだね。まだワクワクするって最高っすね。ね。本当に、なんだろう。ちっちゃい写真で見ただけだから、実際行ってみたらどんな部屋なのかって。すごいな。で、その部屋でご飯食べたいね。はい。もう僕ら行かないから、レストランに。もうそうっすね。あとは部屋だけですもんね。これで呼ぶ。やばいよ。だからね、そんくらいしないと絶対使い切れないんですよ。確かにそうっすね。はい。今ちょっとね、僕ら計算今日できてないんですけど、多分出てるでしょ、使った金額。全然
使えてないから屋台とかも結構食べたのにやっぱり安かったですもんね。めっちゃ安かったですね。いいね。でかなりうまい。はい、1個もいまいちだなってのなくて全部うまかったから。夜もルームサービス何があるかね、行ってみないとちょっと分かんないですね。なんか麺系とかあとおでん、韓国おでんとかもあるじゃないですか。辛ラーメンか、まさか辛ラーメン系もちょっとなんか鍋に入ってるやつでラーメンみたいなのも食べてみたいですよね。なさそう、ホテルに。ちょっと楽しみ、楽しみですね。はい、じゃあホテルへゴー、ゴー。着きましたね。入り口でけえ。着きました。はい、今回泊まるホテルはパラダイスシティです。じゃあ早速部屋行きますか。はい、なんかね、お金払うの部屋でいいんだって。それは僕らだからとかじゃなくてそういうのがある。いくらでしょうかね。行きましょう。これ、ドアがやばい。でけえ。すごい。すげえ。いい香り。アートがたくさんあるんですね。高いですね。全てあのアート作品。やば。これはえげつない値段だよ。すげえんだけど。やばいねこれ。やべえ、かぼちゃがあるじゃん。でかー。全体の客室なんですけれども、711室ございまして、そんなに。ホテルのお客様が泊まられるこのゴールドウィングですから、マイクのお客様がレッドウィング、うん、あとご家族のお客様が泊まるパープルウィングの3つのウィングなんです。馬の羽なんですかね、レッドウィング。真ん中のあれ怖くないですか。本当だ、怖い怖い。泣きそうな女の子が。なんで、あの子他の館内と比べて天下を低くして暗くして、ああ光を当てて透過シーンでできるようにして、わざわざアートのために。へ、はい、パラダイスシティ。いいか、ここお前の好きなパラダイスだ。パラダイスだ。いや、今日僕寝ない可能性ありますね。カジノ、カジノに入り浸る可能性も出てきましたね。元気だな。いや、ちょっと待ってください。僕ら部屋にたどり着けない。いや、どこなんですか一体。まだまだ迷いますよね、これ以上。すごい。パラダイスシティプールの面積なんですけれども、もう今少し歩いてみて、もう感じられるかなと思いますが、バージョンの40倍。うわ、でっか。これ僕このまま大きくなっても座れる椅子があるってことですね。もうどんどん大きくなっても。なんて芸術的なサインなんでしょう。
いいですね。うわあ、ええ、そっか、どういうことですか、外になんで野宿ただただ持てるか、えすごい、うわあ、なんだこりゃ、広いな、全く部屋に行きつける感じがゼロです。いや想像してたよりもめちゃくちゃでかいな。あっちとかやばいんだよね、絶対にでかさが。うわ、またもう面白そうなやつ。ああ、これあれじゃん、カウス、そう、カウス、カウス、カウス、木じゃないですかこれ。木です、これまかないとなって、木ですよ、木ですよ、これやばいってこれ。いや僕なんかあれが気になっちゃった、あれって人、あれ怖いんですけど、ちょっとあれ止まってるよみたいな。いろんなとこにいる、なんか、落っこしてきそうだなと思って、なんか確かにいろんな種類。だってここやばくね、外だよ、もう広すぎて。天井高い、メトキンかける100くらいの天井高あるよこれ。うわまた広いな。てかもうさ、ホテルってさ、これがパラダイスシティじゃなくて敷地が全部パラダイスシティなんだよ。いや広いな、どうなってんだよこれ、すごいな。プールめちゃくちゃ広いな。おい、このアクアスパゾーンはさまざまなアクアアクティビティが楽しめたり、他にもダイナミックな LED メディアアートや特別なコンセプトのプールパーティーも、もちろんいろいろな種類のサウナもあります。これがね、遊園地、赤いのが遊園地、はい、観覧車あるし、家族や友達と一緒にプレイできるゲームもあって、さらに景品もゲットできちゃいます。遊園地では定番のティーカップや車に乗るアトラクションも、さらに大きいブランコやメリーゴーランドまである充実っぷり。アトラクションやゲームが豊富な超本格的遊園地です。すげえ。クラブ、クロマ、クラブ、クラブっていうのは音楽聞いたりする、クラブだよ、クラブ DJ だよ。ここではさまざまなジャンルのクラブ音楽を楽しめる、アジアでもトップクラスのパーティースペース。わあ、いやこれすごいな、かっけえ。写真撮ろう、これ、これ怖い、バレーだな、やばいよこれ、うそー、もう韓国のホテルパラダイスシティですか、これやべえな、これ衝撃、パラダイス。いよいよ部屋かな。あ、とうとう、うん、ちょっとなんか目がシュバシュバしますね。すごいすごい、明るくて、うわこれも韓国っぽいですね、この色合いの使い方とか。さあ行くぞって感じだね。そうですね。ああ、さっきのところか。あ、はい、一周してきたんだあ、あれですよ、ついに部屋開ける。はい、失礼します。ついにだぜ。右膝が限界だったんで本当にちょうどいいタイミングでしたね。まれに見る運動量、距離、はい、運動量でした。3階、はい、お、マジこれ部屋、あ、マジこっから部屋だって。俺プール紹介されるのかと思ったら、スイートルームこんなとこにあんのか。てっきりなんかね、一番高い階なのかと思ったら、ここだって別館みたいな。やべえぞこれ。やばい、ここが我々の部屋。ちょっと待ってください。やばいよ。
すごい宮殿みたいな。ほんとっすね、宮殿だ。やべえ。え、これスイートルームのドア。そうです。え、スイートルームどうする。エレベーターじゃなくて、え、これがスイートルームの入り口。うわ、切った。ええ、ここも部屋ですか。玄関。マジ。やっ、玄関。金額は後で発表しますよ。え、玄関で20人ぐらい住めそうじゃないですか、まず。やばいね、これ。横並びで。はあ、これ家で。うわうわハッピーデイって書いてある。うわーすごい。どうしよう、俺ら落ち着かないぐらいの広さだよこれ。超広いっすねこれ。なんかまるでね、もう誕生日かぐらいの。でもそうですよ、ハッピーデイ、ハッピーデイだよ。風船とかも全部。まだだってなんかホテルのさ、どっかの通路みたいなもんね。そうっすよね、ホテルのなんか真ん中のところみたいに言われても。え、ちょっとここでご飯食べていいんだよ。ここでご飯。え、ちょっと待って、これもしかして。え、うわ、やべえ、やばすぎる。手紙さん、これこれは夢だった。やべえ夢だ。すげえ、やばい。ちょっと触ってみますか。よいしょ。 あったか。ちょっとだけぬるめのお風呂ぐらいの。あ、そうっすね。すげえ、ちょいぬるめにお風呂だ。うわ、これ夏に来るのも最高だね。ここでほら寝っ転がってさ、整えるんだ。え、こっちもあるってことですよね。やばいよこれ。うわ、ちょっと階段になってるよこれ。え、こっちもですか。ベッドから繋がっております。寝室から直行になってる。じゃあもう起きてすぐバーザバーン。起きてすぐザバーンだ。すごすぎる。これやばい。そのまま朝起きてそのまま。すっげえ。ちょっと待ってください、これダブルベッドですか。誰で寝るんだ。誰で寝るんだ。で、ヒカキンさん起きましょうって起きてザバーン。コントじゃんそれ。もう一つあるんですね。もう一つある、じゃあ別に寝れるんだ。あ、よかったよ。これやばいよ、このキングベッドからバーン。やばい。でもあったかいから冬でも大丈夫。すげえ。あ、服をそれぞれ。はい。うわー、うわー、山ほどあるバスルームが。バスローブが、あ、バスローブだ。バスルームって言ってた今。あ、バスルームじゃないですね、バスローブ。バスローブ、うわ、え、ちょっと見てください、ほら。うわ、デカキンさん用じゃん。これも、ちょっと待って、これ筋トレして。これすごい入ってる。何かパラダイスだけど、運動はしろよってことで。じゃセレブはこういう運動の仕方ってことですよね。エクササイズもちゃんとやって、プールにバーン。いや、これ待って、この風呂のデカさ。いや、二人入る。俺ら二人で入ってもスカスカなくなるデカさなんだけど。いけるな。親方二人で入ってもいけますね。やばいよこれ。こっちにもあるんですか。これ何があるんですか。親来てもまだ終わんないって。バルコニーで、はい、バルコニーで、ちょっと広いバルコニー。おー、素晴らしい。広いって言ってもそんなに広くはないんじゃない。広い、やばい。なんだこの広さ。なんだこれ。うわー、これはちょっと夏も来たいですね。いいですね。やべえ。やべえわ、すごすぎる。サウナ、サウナ、ステップサウナ。ええ、こういう感じだ、本当のミスト。すげえ、すごい。いや、私たちさ、うわー、 YouTube のさ、プロだとさ、信じているけどさ、はい、夜でも忘れて泊まりたくなる。明日の予定とか全部ずらせないですかね。全部白紙にして。だってこれ楽しむにはそれぐらい時間が必要ですよね。って思っちゃったね、本当に。ね、しかもあれですよね、先ほど聞かれた通り、日本人で初めて、日本人でこうやって撮影してるの初めてらしいです。すげえ。いや、人気出ちゃうよこの部屋。初めてだ。ゲストルーム、別のお部屋。別のお部屋、俺同じとこに感じるよ。さっきちょっと違う。あ、でもプールズバンって行けてないですから。そう、プールにズバンって。そっくり。でもこっちもほら、さっき歩いたとこに似てるんだけど。いや、そっくりじゃん。さっき歩いたとこにそっくりじゃん。確かにちょっと小さい。ここちょっと小さい。こことなぜかここにもちっちゃい。もう我々これで十分だよ。十分。いや、これでいつもやってますもんね。これでいつも。これより家のお風呂ちっちゃいからね。やべえ、すごいな。風呂見たら5個くらい風呂みたいなものがあるね。すごい。ホテルの部屋の冷蔵庫としては大きいんですけど。お菓子もいや、もうコーラとか全部ありますよ。うわ、すげえ。これただ
うわー、料金入ってます。横の水飲み放題ですよ。だってすごい量の水。わざわざヒカキン TV が大モニターに表示されてます。おもてなしがすごすぎる。わー、すいません、許せねえで。許せねえ記者です。今度最新の状態でこれ。やっぱ。これクマちゃんはもしかして、え、プレゼントですよね。え、クマちゃんもプレゼントですよ。マジか、もらっていい？やべ、思い出じゃん。すげえ。やべ、ありがとうな、クマちゃん。うわー、こっそりもらおう。これ日替わりで持ち合いっこしましょうね。今日は僕、1週間僕このクマちゃん一緒に寝るんかい。で、そっちにまたお渡しするんで。やばいわ。ってことはもう、そろそろお値段ってことですよね。お値段の発表ですね。はい、お待たせしました。このパラダイスシティの中の一番いい部屋、プールヴィラ、はい、こちらの一泊のお値段が200万円。うわあ、じゃあ僕ら2泊で400万円って500万円のうちの400万円。うわあ、お腹見えてなりそうになったんですけど、なんとね、あの割引があって、はい、その本当の正規価格は1泊200万円の部屋なんですけど、なんとね1泊130万円に割引していただけてて、でも2泊で260万円わあ、でもね、これはするわ。そうっすね、あのスイートルームっていうのは別であるんだって。もうそれよりもはるか上上、これ誰が泊まるんっていうぐらいのね。でも140万割引できるってすごくないですか。このすごいホテルの方も。あ、そうですね、だから1泊あたりだから70万ぐらい。そうです、1泊あたり70万安い。まあでもね、いいシーズンだったらね、なかなか埋まってるかもしれないしね。うわー、これはうわー、もう一回これくように頑張らなきゃな。いや、これ僕はもう必ず来ますもん。で、カジノで稼いでで、1円も払わずに帰れるっていうのである。ずっとカジノ行ってんですけど。はい、もう絶対勝ちます。いや、じゃあお支払いしましょうか。はい、それではお支払いします。これ2日分一気に。はい、いいんですね、本当に。はい、いや、もうこれはもうヒカキンさんにあげたお金ですので、で、2人で決めて、あ、そうですね、ここに泊まろうっていうことになったんで。やっぱ、じゃあ行きます。はい、今日持ち歩いてきたんで、はい、これは2600。でこれで100だから26個ぐらい。え、26個も減っちゃうんですか。26個、そうですよ。12、やべえことしてる。5678910。あ、これでじゃあ20。はい、で、あと6個ですか。はい、マフィアみたいな。あれ、もう1泊できますね、これやめて、まだもう一泊できる。伸ばそうとしてる。はい、ではこちらで計算の方お願いします。やばすぎる。すごい、やばい。ありがとうございます。パタだもんな、俺。いやいや、もういつも本当に俺著作権料ですので。いや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 、うわー、すごい。すごいことしてるわ。ちょっとね、これとんでもないことしてますよ。これでもさ、こういうの買いましたみたいな動画でもそういうのもありえたわけじゃないですか。はい、絶対ここに来てよかったね。よかったですね。ね、いや、本当に違う案もあったんで、それだったら、だってもうこの気分味わえずに終わってたんで。もう俺このプール見れるだけでもう満足ないですよ。このさ、お札数える音でさ、効果かき消されることなんかないよ。でも、別にいいんすもん、だって心地いいんだからこのお札の音でね、トーク発見されていいんだもん。変わっちゃった、なんか人格変わっちゃった。心地いいんだから。やっぱりさ、出かけさ本来なかったお金じゃん。はい、だからなんかこんな豪快に使えてるんだよね。いや、そんなこともないですよ。感謝です。え、あ、感謝。俺は本当に感謝なんで。ありがとうございます。他の人だったら絶対嫌です。あ、ありがとうございます。出かけさんなんで喜んでくれてますよね、やっぱり。めっちゃ嬉しい。でもさ、まださ、これから楽しむのにもう一回来たいって思ってるの。すごい。まあ、しかも明日も泊まれるわけですから、まだなんとか。うれしい。これちなみになんですけど、ヒカキンさんに今までおごった人っていますか、これぐらいのもの。じゃあ、僕の初大おごり。僕は初大おごられます。嬉しい。全くない。本当に、いつも本当にあれ、お疲れ様です。ありがとうございます。どうやって恩返ししようかな、これ。いやいやいや、いらないです。本当にもう存在させてもらってるだけでもう十分なので。これも旅動画で超えらんなくねっていう。
これ相当な時間かかる。そうですね。なんか寝てもね、枕元でやられてそうですもんね。パタ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 。いや、ちょっと YouTube 頑張って絶対また来たいと思いますよ。モチベーション上がるね。やっぱさ、ほら、たまにさ、はい、こういう経験のために使うとさ、これ頑張ろうってなるじゃないですか。はい。そうそうそんな経験なかったの最近。まあ、やばいと思った。こんなとこ住んでみてとかさ、まあ、そんなのね、簡単じゃないけど。こんなとこに住んでる人いるわけじゃん。そうですね。アメリカとかだったらね。いや、ちょっとくまちゃんじゃんけんしますか。今一回、最初はどっちの家に行くかっていう。いいですよ、いい材質だこれ。うわぁ、じゃあ、くまちゃんかけて。はい、最初はブンブンじゃんけんポン。なんでだよ。全部俺にくれる。おかしいよ。いや、ちょっと、まあ最初の1週間は僕がいただきます。うわぁ、明日これ抱きながら出かけんだよ。うわぁ、くまちゃん大好き人間だ。見る見たく、ちょっとね、もう一泊できるからね。あの、我々がね、1万ウォン札にしてしまったがゆえに10分ぐらいかかりました。そうですね、あの、5万ウォン札があるんですよね。それにすればよかったね。そうですね。あ、ちょうど今、数え終えました。はい、1640万ウォン、200分。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。それでは、泊まらせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。カムサムニだー。カムサムニだー。ご飯だー。やったー。で、今晩のご飯はこの部屋のルームサービスなんですけど、はい、さっきだいぶ前にもう頼んでおいて、はい、ぶわーって頼んだんですけど、55万5000ウォン。すごいな。55万円じゃないかな、5万5000円くらいってなんですよ。そうですね。すごいな、すごい。いや、でもなかなか高級なやつですよね、本当に。そう、で、今もうさっき運び入れてくれて、もう揃ってるんで、食べてきますか。はい、まだあったかいんで食べましょう。メニュー見てうまそうなやつブワーって頼んじゃったんですけど、カメラマンもスタッフもいるんで食べきれるでしょってことで。そうですね。これやばいよこれさ。僕食べたいなと思ったらトマトシーフードパスタ、これもうさ、ホタテでっかいっすね、このホタテ高さで。これカニのチャーハン、エビも入ってますね。あとはサーロインステーキとかエビチリとかカニのシーザーサラダとか、もうスープからチーズ盛り合わせ、フルーツ盛り合わせ、カニのサンドイッチ、クラブサンドイッチ、クラブサンドイッチ。そう、うわー、デカニさん本当にいつもありがとうございました。デカニさん、ただですいません、ありがとうございます。はい、本当にいつもありがとうございます。乾杯。乾杯。ああ、幸せだ。幸せだ。やべえ。これあったかいうちに食べよう。あ、待ってください。これ全部おかずじゃないですか？え、ちょっと開けるよ。格的とかだ。うわ、これだけで私たち満足しちゃうくらいの。そうですよね。これは韓国したって感じしますね。はい。いただきまーす。いただきます。おふざけ出した。すいません。この幸せに、ご飯が熱い。うわ。ああ、本場のキムチはやっぱちょっと酸味が強くて。そうですね。美味しいよ。美味しい。食べちゃうよもうこれ。すいません、いただきます。じゃあステーキだ、ステーキ。すげえ反対されたんですよ。北京さん、韓国来てそっからパスタはちょっと大丈夫ですかとか。いや、大丈夫です。パスタはちょっとってすごい思ってたんですけど、これ見たらもう大賛成ですね。もう明日も韓国っぽい料理たくさん準備してるんで、今日はいいかなと。すごい美味しいんだ。わかるもんな。今日は終了。もうこのまままったりしたいぐらいの。やべえ。いや、俺これ絶対生涯超えらんない気がするわ。この位置超えらんないですよ絶対。いや、嬉しい。嬉しい。本当に。うわあ、こんな素敵な、そんな言ってもらえて。お前これ使うとき使った方がいいんだね。そうですね。俺はやる気10倍だよ。で、こういうの日本にもやっぱ作ってほしいですよね。行くなー、日本にあったら。あったら超行きますね。パラダイスシティジャパンも作ってほしいですね。この敷地だったら作れるんだよっていうね。ないよね、作れるところ。いや、うちの北海道。我がふるさと北海道に。確かに行けるかもしれん。いただきます、ステーキ。あふれちゃう、肉汁あふれちゃう、またあふれちゃう。いいなぁ、おいしい。あ、エビチリいただきます。どうぞ。うわ、もうこれはね、濃厚だ。
おかしくなっちゃった。濃厚ですね、これ。さっきからお金数え出してくらいから人格おかしくなってんだよな。帰りたくない。危ない目つきになってる。現実に戻りたくない。パラダイスのままでいたい。そうだね、あの敷居またいだ瞬間からの夢の世界みたいな感じだもんね。はい。これさ、とんでもないことしてるじゃないですか。エビチリチャーハンです。それもカニチャーハンにエビ。いただきます。あ、うめ。濃厚だ。もうコメントできない。ノーコメントこれはもう。ノーコメント。ないんすよ、あんまり。うますぎて。食レポでノーコメントっていう人は初めて見ました。もう声を発したくない。これは美味しい。黙っちゃう。みんなで食べましょう。そうっすね。ね。もうガンガンみんなで食べた方がいいっすね。ね。うわ。シャキシャキもしてるじゃないですか。うわ。炙ってあるわ。僕アスパラ大好きなんですよ。美味しいですよね、アスパラ。一瞬で全部なくなっとるやないかい。食べていいですよって突風のごとく。いやもううますぎましたね。うますぎたね。もうみんなでも一斉にみんな無言で食べてたんで。そうですね、なんかすごかった。いや大満足だね。でもこれでもまだ韓国を味わえてないわけですからね。まだ明日はあくまでもルーム。そうですね、これルームだからね。はい、明日はまた外でいろんなもの食べるっていう、いろんなもの食べたり、いろんなとこ行ったりするんで。ではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でちょっと満腹だとあれだから、ちょっと休んで、はい、お腹少し空いたらプール行っちゃう。朝になっちゃうからね。でもね、そうですね、ちょっとしたら入ろうか。ちょっと休憩しましょう。休憩して消化したら。すげえ日だったマジで。じゃあプール行っちゃいたいと思います。行きます。でかいさん、これほら夢のコンボって行こうよ、こっから。はい。ああ、よく寝たな。なんかプール行きたいですね。そうっすね。行きますか。あ、もう行く。よっしゃ。もうプールだ。プール。高木さん、俺な、プールだよ。ほら。遅っ。プールだ、高木さん。プールだ、プールだ。ほら、プールだ、プールだ。プールだ、プールだ。プールだ。はい、ゴー。うわー。うわー。あ、うわー。やっぱあったか。これ風呂っすね。あったかい。やば。外がさ、マイナス1度とかなのにめっちゃあったかいから温泉みたいになってるの。気持ちいいっすね。これ最高すぎるだろ。浮いてんじゃん。脂肪の塊だ。浮いてる。すごい。すげえ。すごいっすね。浮いてられるんだ。浮いてられる。うわー、あったけー。手掛けさん、気持ちいいっすね。韓国連れてきてくれてありがとう。何やってんですか、シャキーさん。ビート板くらい沈まないですね。シャキーさん、気持ちいいのやってあげますよ。はい、ちょっと受けることで、浮くことできます。はい、ちょっと浮いてみてください。力抜いてください。はいはい。おお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 お。気持ちいいですよね。俺やりますか。俺やりますよ。あ、やってください。はい、引っ張る。うわ気持ちいいや。うわうわ。本当沈まないな。あー気持ちいい。お客様ぶつかってますよ。お客様、お客様。あ、じゃあ僕スーパーヒーローやってあげます。これスーパーヒーローの手やってください。はい、いきますよ。あ、僕もスーパーヒーローだい。こっちもちょっとだけ行ってみます。せっかくだから行きましょう。行きます。韓国最高。あ、メガネがどっか行った。いや最高すぎるだろこれ。ありました、ありました、ありました。よし、沈めたる、今沈めたる。よし、もう浮いてこないだろ。ありがとうございます。はい、うわ、これ L 字になってんだよね。うわー、ほらほらほら、うわー、すごい。これだから。これこっち見ると部屋だから。やべえぜこれ。はあ、ああ
じゃあどっかに設置して2人で、じゃあそれで探し当ててバトルね、トップのルールなしのバトルね。はいはい、レディーファイト。スポーツですね、これね。そうですね、はい、気をつけないと。気をつけてください。皆さん気をつけて真似しないでください。あ、待って、決まった。一回壁打ちしか、一回壁打ちでーかきでかき、ほら全然読めないね。うわっ、強い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 、もらった、こっちの勝ちだこっちだ。ほら、エイム勝負だ、ほら。うわぁ、これメガネしてなかったら目やべえこれ。あーせーの、素直にやった方がいい。おっしゃ、いける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 、待ってください、すげえ、待ってください、ヒカキンさん支えてください、支えてください、ちょっと待ってください。でかすぎ。よし、はい、いやー、というわけで1日目だけでね、動画5本分くらいのね、ゴージャスな旅になってるんですけど、まだあと2日あるんで、じゃあ一晩まずは寝ましょうかね。もうね、そうっすね、バイバーイ。アメニティも充実、うおー、下もあるんだよこれ。僕らずっと探してましたもんね。やば。なんかちょっとやだな。まあしょうがないですよね、やっぱ。いや、誘っていただいてるから、そんな何を言ってんだって、ちょっとやだな、なんか疑惑が出るかもしれないからな。いや、これだって友達でもこうしょうがない時あるじゃないですか。ああ、まあまあそうですね。すぐ寝れるわ。マジでそんないびきマジうるさいんだよな。でももう慣れましたよね。まあ慣れましたね。車の中とか、はい、もう心地よくなってきました、あの音が。いやー、でも明日も楽しみだな。いろいろ盛りだくさんなんだよ。おやすみなさーい。おやすみなさい。おはようございます。なんとカメラのマイクの電池が切れて音声が取れてませんでしたので、ヒカキンがアフレコいたします。うわ汗やば、うわ汗やば、うわデカキンさんの汗やばすぎなんだけど。おはようございます。2日目です。うわ汗やば、うわどんだけ汗かいてんすか。おねしょじゃないです、やっぱり太ってると寝汗もすごいんすね。やば。はい、寝汗いつも2リットルかくんで。やべ、気をつけてください。びしょびしょっすもんね。じゃあ2日目レッツゴーゴー。さあ本日の天気は、まあ良好ですかね。いやー、相変わらずすげーブルだ。おはようございます。おはようございます。うー寒い。いや、てか朝見るとやっぱり古いな。そうっすね。ね、この湯気の感じがめっちゃいいわ。で、景色すごいな。お、飛行機が、うわ飛行機でかすごいっすね。すごいですね。プール入りながら見えるってことですもんね。なんて広大な大地なんでしょう。うわぁ、でけえ飛行機でかいな、おい、すげえ。超近いですね。うわぁ、あ、僕らのリムジンが、え、うわぁ、ほんとだほんとだほんとだ。リムジン来た、リムジン来た。プッププップ言ってんぞ、なんかリムジン来たー、リムジン行ってきます。ライトアップが昨日と違う。イルミネーション変わった変わった変わった、すごいすごい。天井もほら変わってってる。やばいっすね。じゃあちょっとね、爆睡していきますか。そうですね、まずは爆睡から。そうですね、今日ハードなんでね。これ2時間半ぐらいしか寝てない。2時間ほどしか寝てない。はい、おやすみなさい。
いびきかいて爆睡したらつきました。はい、その説は失礼しました。すごかったです、いびきが。ね、実はこの後宮殿みたいなところに行くんですよね、ポンポックンっていう。そこにただ行くんじゃなくて着替えていこうと思って、その宮殿の近くの韓国の着物に着替えられるスタジオなんですよ。ここで着替えて行くっていう。いや行きましょう、そっちの方が雰囲気出ますもんね。ここ出てきたらやばいですよね。タイムスリップしたみたいで。隣だってスタバですよ。これ一回スタバだからね。スタバで着替えてるみたいな。まあじゃあ行ってきます。行きます。どうも。アニョハセヨー。アニョハセヨー。アニョハセヨー。よろしくお願いします。ちょっとね、サイズがあるか今極めっていう会話が行われます。いや、なんとか。ちょっと脱いでもらって、ちょっと、はい、結婚さんのサイズをちょっと、あ、試しに、そう、先に僕ちょっと合わせていただきますね。ちょっとサイズが、あ、肩がどうだろう。いや、いけそうだな。なんか、かっこよくなんじゃん。こっちもさっきよりかっこいいっすね。え、本当ですか。私服よりだいぶいいっすよ。この服装っていうのは、まあヤンバンって言って、どっちかっていうとあの貴族ですね。貴族。で、王様の服は多分買わない、サイズ的に。そうしてください。僕が貴族で、やっぱ王族やってください、それは。王族、とうとう来ましたね。それとも、もうラケット。はい、それじゃあね、服装の方、大体決まったので、一気にバン、着替えちゃいますか。そうですね。いきます。我々が王族、貴族になる瞬間、3、2、1、せーの。あー、カムサハムニだ。はい、というわけでちょっとね、格の違いが出てしまったんですけど、貴族と王族。僕なんでヒゲつけられてるんですか。ちょっと待ってください。顔だけ見るとプロレスラーっぽいですよね。もうデカキンって分かんないですよね。分かんないですね。もう本当にその韓国のドラマとかに出てくるような貴族の人みたいな。ヒゲ生えてんだ。すごいな。王族は逆にちゃんと剃ってありますから。すごい群衆の前に出ますからね。すっかっこいいな。なんか書物を。これ開けていいんですか、書物は。いやいや違うでしょ、こういう、これはこういうやつ。これバラバラって出すんだよ。ダメ、そっちです、開けてよ。いいもん食ってん、食ってんだね。いいもん食って太って。じゃあ韓国語で答えたいんですけど、何も。ちょいよ。レパートリーこれしかないんです。ちょっと写真撮って、その宮殿の方に行きたいと思います。はい。あ、笑って、ワン、ツー、ゲーグー、ハハー、笑って、グー、オッケー、ラーイト、カメラ、ワン、ツー、じゃあフリースタイル、イエーイ、フリースタイル、フリースタイル、オッケー、ワン、ツー、オッケー、チェンジポーズ、ワン、ツー、オッケー、ワン、ツー、オッケー、あー、似合う。OK です。どこかね、出かけながらなんかメキシコ感出てるけど。メキシコ顔から上。おお、かっこいい、これ。え、かっこいい。とか昔生まれてたらこうなってたかもしれない。カードだったらエスキャラですよ、これ多分。これはノーマルの可能性あるね。すげー。なんかセリフ教えてもらいたいですね。どういうセリフが合うのかみたいな。よく王様はヤバラって言いますよね。ヤバラっていうのは呼びかけで、はい、こっちを見ろっていう感じですよ。こっちを見ろ。直訳はヤバラ、呼びかけなんですね、その目下に、はい、うん、それはよく言いますよね、王様。じゃあ僕見ますよ。ヤバラヤバラヤバラ。じゃあ僕は、イエーイ、イエーイ、イエーイ、チョンハー、チョンハーって言いますよね、チョンハー、チョンハー、王様の子のチョンハー、イエーイ、チョンハー、王様だぞ、イエーイ。
チョナハうんチョナハチョナハヨバライエチョナハイエチョナハこれしか言えないタイムスリップしてきた感じがしますね、僕らだけ周りはビルなんだけどね。そうですね。貴族、助けろ、わしをそんなはぁ王様、ちょっとこれやばい頭上が…そうですね、僕ら帽子があるんで高さがちょっと首、せっかく僕これピンで止めてもらってるんで脱げないんですよね。いや、これぶつかっちゃってんだから、もう頭首やばい、これあさあ、今、宮殿の敷地内入りましたね。そうっすね、もう見たことないですね、こんな建物ね、赤と緑で綺麗なんですけど、すごい、やっぱり神聖なところみたいで、はい、叫び声とかは絶対上げないでくださいということで、はいまあでも僕らはだって王族と貴族ですから。そうです、そんな下品な真似はしない。下品なその真似はしないですよ。で多分本当にね、あのメインの大きいところはすごいみたいですね。うわあれだな、わあ、うわうわやばいな、これすげえ。わあ霞んでるもんね、なんかね、でかすぎてそうっすね、すげえ。うわわしらの宮殿じゃ。王族様、その通りでございます。うわ、ま、でかいな。すごいっすね、これは。霞んでるもん。やばいよ、このでかさ。王族様、こちらですので。わしの宮殿じゃ。お、そうだ。貴族の分際でここへ、このメインのメインロードが歩くな、この貴族の分際で。え、ここ王族しか歩いちゃいけないらしいです。ここ王族用てか貴族は歩いちゃいけないらしい。王族様、そうです、ここの敷居をまたいではいけない。ヤンバン、こちらから支えさせていただきますやばいな、これマジで王になった気分だな。でもかっこいいですね、王しか通っちゃダメって、王族しか通っちゃダメって。すげえ見た目がかっこいいな。素晴らしいですね、こちらには入ってきたうわー、でかい。でね、あの周りの山がすっげーボコボコしてて、あっちの左奥とかに山見えるんですけど、あの山ね、昔ガチで虎がいたのに、ガチですよ。虎、虎っすよ。怖くて行けねえ。熊より怖いよね、なんかね、迫力的にね。すげえ。うわー、我が宮殿ぞ。そうです、王族様、こちらです。大変な仕事だったからもしれないけど、これ気分いいな。ここに群衆がいるわけでしょ。うわー呼ばら、響いたよ声が。呼ばら、響いたね。ヨバラ。そう、これで昔はヨバラって言ったらみんなハハーって両サイドの貴族たちが、貴族たちは偉い役職の人たちが太陽様ってパーって、うわあ、ハーってこうやってワーってやったんですね。やばい、めちゃくちゃこれ。どんな気分だったんでしょう、王族は。いやあ、いいとこ任せてもらったな、これ。ありがとうございますね、ロケさん。いや、本当ですか、本当に。今回は気持ちはどうですか、すがすがしくなりました。もうそれでこそ本当にやらせていただいてるあれがなるので、 1% くらい当時の王族の気持ちが分かったかもしれないですからね。そうですね、こんな景色だけど本当にこういう感じなんですもんね、多分ね、変わってないから。すごい景色だ。市民たちに見られていないじゃろうな。大丈夫でございます今のうちに早く自販機で買いましょう。よし、買おう飲み物を。私は実はオロナミン C が大好きなんです。多分これオロナミン C だよね。あ、私が取りますか。おお、すごい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 。オロナミン C。
私はポカリスエットをいただきたいと思います。よし、わしが決めてやろう。いやいや、僕、私はポカリスエットがいいのでございます。そうだな、私はポカリスエットです。わかったよ、わかったよ、これだな。何ですか、この飲み物は。見たことないけど、美味しそうな飲み物をされましたね。食パンがいるよな、食パン、リンゴ、ぴったりじゃないですか。200円だ。これを授けよう。ほら、これだよ。何ですか、この尖った飲み物は。こんな飲み口、飲み、これチューって飲めるから。初めて見ましたぞ。乾杯じゃ。乾杯でございます。どうやって飲むのでございます、これは。乾杯じゃ。ありがたき幸せでございます。うん、何も出てこないでございますよ。引くのでございます。なんかほら、もっとスポンって。まあ、いけたんじゃないか。いや、もっと、すいません。いや、もういけてるでしょ、さすがに。いや、え、よいでございますか、ちょっと。これ以上開かなくね。歯でやるでございます。ああ、そうそう。ああ持ってかれるよ、歯が。あ、失礼しました。すいません。これもう無視しましょう。うんうん、こっからいけたんじゃ。こういうことだったんでございますね。あ、蓋がしてはりましたでございます。何をしても出てこないはずでございます。なんて入念な。大作さんもちょっと僕開かないよ。爪がちょっと短くてですね、はい、深爪でございます。ああ、もうなんでわしがやんなきゃいけないんじゃ。これ失礼いたしました、はい、これもう昔だったらもう多分大変なことになる。開けてもらっていいですかとか言ったの。ふざけんなって。やっとチューっといけるね。はい、激うまでございます。ブドウジュースみたいな。よかったんだろう。だから激うまの、あ、ブドウとアップルが入ってるのかもしれないです。ほら、まあ、ポカリもね飲みたかったけど、これでよかったんじゃ。それではお会計をお願いします。おいくらで。20万の指だ。20万を。あ、20万。2万円。シンバのシンバの20万。1、2、じゃあご確認ください。神様だ。神様だ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、いよいよね、旅ももう折り返してきてると思うんですが、はい、次、韓国激辛グルメ。うわ、韓国といったらね、キムチをはじめチャンジャとかね、なんかあの真っ赤な、はい、辛いものとか美味しいものいっぱいあるじゃないですか。そんな中でとてつもなく辛いものが食べられるお店を取ってあるんで。もう僕辛いの得意ですから。ああ、なんだ、じゃあマックスだな。で、もちろんやっぱりヒカキンさんにも辛いのの美味しさを知っていただきたいんで、もう一番マックスので、僕はもう普通ぐらいの辛さのでちょっとやらせていただきますので。なんでだよ。いや、今回はやっぱりもてなしたいですから。昨日の俺トッポッキでも限界の辛さだったんですよね。でも結構トッポッキも辛かったんですよね。あれ結構辛かった。でもどんぐらいなんだろう。そういう次元じゃないと思うんですよ。まあ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 、行ってみて決めますかね。そうですね。はい、はい、到着しました。はい、こちらのお店、ウジョンナッチっていうお店です。でね、ナッツイはタコって意味らしいです。うん、はい、行きましょう。行きましょう。はい、こんにちは。こんにちは。これいい香りだな。あ、超いい匂いじゃないですか。大丈夫そうっすね。はい、それでは席に着いたんで、メニュー注文したいんですけど、色がやばい。もうだいぶ真っ赤ですよ、これ。やばいっすね。2人前2500円ぐらいだね。あー、じゃあ、ヨギヨイグオトゲイーブイーブカジャメッケージュセヨ。えー、あげすみだ。おおおお、わあ、かわいそうな顔してみてくれました。かわいそうな顔してた。一番辛いの頼むのねっていう顔してた。スコラスミだ。あー、そうだ、おかずが出るんだ。すげえ、市長はる、そこから。あーあーおーおーおおおおうわ、そこそこと、あれあれ、うまそう。めっちゃうまそうじゃん。海苔ともやし。あっちゃ、すごい熱い。めちゃめちゃ熱いですよ。持ってみてください。あ、ほんとだ、ほんとだ。あちゃ、お、これご飯じゃん。ご飯なのにこんな熱さ。銀のやつに入ってんだ、ご飯。そうっすね。茶碗じゃないんだ。多分うまいね、これ間違いなくて。もうこの感じでね、もう完食コースですよ、これは。僕、これまずいいっすね、これ。あの、冷めづらそう、ご飯が。でも持つの熱すぎますよ。そうっすね、確かに。これなんすかね。
多分冷たいですよね。これ冷たいです。はい、通常は温かいのほうですが、はい、これはあえて辛いんで冷たいものを出してやっぱ救済の。その時は近いようだ。おわあ。カムサムリだ。あのカムサムリだ。出てきちゃいけないような色してるんだけど。でもいい香りちょっとするけどね。あ、ネギ入ってる。長ネギ。じゃあそれではヒカキンバーサスデカキン、はい。どっちがこのタコの足いっぱい食べられるか激辛バトル。いただきます。いただきます。まあね、僕らデスソースとかね、激辛ペヤングとかも食べてきますから。そうですね。まあ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 、これはほらそういうなんかね、鍛えられてる、チャレンジとか書いてないから。はい、ナチポックン。いただきます。いただきます。マックス。あ、大丈夫じゃないですか。ちょっとティッシュもらいますわ。顎についたのだけ怖いんで。大丈夫大丈夫。噛めば噛むほど辛いな。あれ、唇痛いじゃんこれ。ナッチ。噛めば噛むほど辛い。後からのやつだ。すごい。どっちかというとこの後のスケジュールに影響しそうだね。そうですね、鼻の裏辛いですね今。ただ美味しさが勝ってますね。伝わるあの辛さ。あ、でもね、胃の位置がスキャンされてる。わかります。もうここら辺がを明確にわかる。ただ美味しいぞ。まだいけるわ。あの、僕知らなかったんですけど、何本いけるのか勝負って言われてましたもんね。はい。じゃあ2本目いきますか。うん。じゃあこれいってください。僕これいきますんで。こっちはでかくない？いやいや、そんなことない。これだね俺。いやいや、それ違うじゃないですか。これ明らかに、あー、まあ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 、まあ、待って、これ太いな。いやいや、そんなことない、ちょうどいいです、ちょうどいいです。これ、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 こういうのあり、こういうのありだ。あ、ほらいや、ありなんですか、それ。あり、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 ありの六章だな。なんで食えんだよ、こんなに。はな、くんせ。うん、なんか混ぜたら全然美味しく食べれますね。美味しい、超美味しい。あと、あと一口目でちょっとだけ口がまひってきてるから超美味しいですよ。わからないかも。あれ、後からすごい辛い。なんだ、辛いの苦手な人だったらちょっと食えないけど、余裕で食えないけど、好きな人だったら超美味しい、完食しそうだよね。超美味しいですね。
本当にさ、これはもう事故だみたいなとこまでは行ってないんだけど、はい、まあまあいけるかもしれない感じで、これをこのまま食い進めてこの後大丈夫かっていうのが絶妙に心配なレベルね。そうですねだから僕らペヤングさんにやっぱ鍛えられたから。そうだね、ただ全然ゴフリックからに鍛えられたんで、美味しさの分かるギリギリついてくれてるますね。本来の食べ方で食べます？これご飯入れて、はい、これ切ったやつを入れて混ぜて食べる。ああ、それだったらいけるじゃん。でじゃあ本当に美味しい、美味しい食べ方で。ドローね、ドローね。はい、はい、引き分けで、はい、仲良し。お互い強すぎるドロー。あ、じゃあ切っても入れてもらってもいいですか？はい、ほい。だからね、こうして食べたらギリ食べられると思う。全然いけそうですよね。あのデスソースみたいに嫌な辛さじゃないんですよね。美味しいですね。なんかね、その辛さの奥にある本当の芯の部分がいい辛さだよね、唐辛子のなんか素直なさ、はい、健康に良さそうというか、ね、だから食べられる気がする。ただ、体が後でどうなるか。そうですね、大腸の方とか後の反応が分かんないんで。あ、もう本当にいいよ、ちょ入れすぎだろ。 あ、すいません、すいません、5本くらい入れてたでしょ。切るの好きなんで、ごめんなさい。じゃあ僕自分のも、あ、はい、あ、切ってくれます、はいはい、すいません、はい、いや、いいんすか、そんなやってください。いい入れちゃって、はい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 、あれ、あれ、あー、切らないと、はい、切らないと、切らないと、ちょっと、はい、まあこれでシンプルにね。いやいや、切ら、え、はい、大丈夫ですよ、余裕そうだったから。えぇ、いや、これ、いや、これタコの美味しいビビンバみたいなね、これお昼休みとかに食べたらめちゃめちゃ目覚めそうだな。はい、いただきます。いただきます。これが本来の姿ね。あれ、めっちゃうまいやん。めっちゃうまいやん。もうちょっと入れてくれませんか。うわぁ、日本からの挑戦状だ。いったれ。もっともっとください。おかしくなっちゃった。この人おかしくなった。いや、あの、ほんと切ってくださいよ。なんで切ってくれないですか。だって余裕そうだったから。じゃあ食べやすさの問題ですよ。あ、食べやすさの問題ね。しょうがないな、もう。はい。全然切れてない。全然切るの苦手だ僕こっちで切っちゃいますね。はいはい、はい、でもこれご飯と混ぜたら全然いける。マジで超美味しいですね。美味しい。お、カクテキめっちゃうまい。うまいですよね。うん、なんか僕この韓国料理の醍醐味っていうのを知って、このおかずはおかわりし放題っていう、とっぱらだな。もう出かけにとっても最高のシステムですね、こんな。まずお母さんにね、おかわりというかのように。そうそう、あんたもっとこれ食べない食べない、まだあるからって、おばちゃんが持ってきてくれる。いや、いいな。あー、辛い、辛いな。やばくない？これ辛いよね。全然そんなことないけど。何が？え、めっちゃ辛いじゃん、だってこれ。これ全部食えないよ、これ。辛いよ。全然？何が？何も辛くないけど。うん、じゃあ、じゃあこれ、これ。あ、ちょっと、あ、もう入れてるかもしれない。あ、まあいいや、いいや。僕はもう、ね、もう入れたからもういいや。この辺のソースこれ、これ、もう僕結構限界、結構辛いですよ、これ。ほら、やっぱ、あー、やばいやばい。強いからな、だいぶ。こうやりたくなるよね、そういう子いるとね。これ後からすごい辛いですね。すごい後から。っていうか僕別に何も汗出てないのに、本当に汗まみれ。辛いわ。うまそう。すごい韓国の茶碗蒸しのような。最高じゃん。うおうお、うわ、プルプル。なんかね、本当に茶碗蒸しだね。密度が高いっていうか。おい、ありがとうございます。すごい、これ茶碗蒸し大好きなんだよね。僕も大好きです。出前で撮ってるんだよね、茶碗蒸し。え、出前でですか。なんかお寿司屋とかについてる時あって。あ、ありますね。はい、じゃあいただきます。お、あ、あ、味濃い、味濃い茶碗蒸しだ。茶碗蒸しうめえ。おいしい。あ、結構しょっぱめにできてて、めっちゃうまい。このチャームシュリーちょっとしょっぱくて美味しい。味がしっかりしますね。どういう気持ちでいればいいか分かんなくなっちゃいますね。辛いし、熱いし、うまいし。熱くて痛いね、口の中が。いやー、美味しかったな。うん、
やべ、超苦しいけど、ちゃんと食べられたね。そうですね。はい、というわけで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ヒカキンやのデカキン、結構辛いのにはまあまあいけるということが証明されましたね。そうですね。まあ、本当にでもこのお店が美味しすぎたの可能性が高いですね。ちゃんと美味しいところで止めてくれてるいいお店でした。はい。じゃあ、次のところ行きますか。激辛からの、まあ、激痛なんでね。あれ？マッサージって僕聞いてますよ。普通のエステみたいな。韓国来てそれでいいんですか？ああ、気持ちいい。いや、それいいじゃないですか。その豪華旅なんですから。全然取れ高全然するじゃん。あ、山ほどあったじゃないですか。取れ高山ほど。全然まだまだまだ。なんでこの後激痛あるじゃないですか、二人で。目覚ましていこうぜってことね。睡眠も激痛。はい。え？行きましょう。お会計を。はい。65,000ウォンだそうです。65,000ウォン。おう。1,2,3,4,5,70,000ウォン。감사합니다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 まあね、ちょっとね、激辛も僕らね、耐えられちゃったからね。そうっすね、ちょっとレベルが違いましたかもしれないですね。僕らのね、だから多分次の激痛も平然と耐えて自ら取れ高を潰していく。よっしゃ、取れ高ゼロだよ。僕らあの変なリアクションとかしないんでね。はい、はい、リアルに耐えられるかどうか。ノーリアクションでいこうと思います。だって僕はエステとか大好きなんで。あ、そうですか。じゃあもう、はい、ぜひ。でヒカキンさんもマッサージお好きですか。僕大好きですね。で結構耐えられるタイプだと思うんで。わ、もうあのリアクション芸人失格みたいなリアクションでいきましょうね。はい。はい、というわけでエステ来ました。ションポンエステってとこで、なんかコルギ、はい、顔がちっちゃくなるみたいな。うわーやつで、これあと1時間後には顔めっちゃ縮小されてます。あ、小顔になるんですね。そうです。あ、じゃあもう行きましょう行きましょう、はい、僕ら強いんでね。はい、行きましょう。こんにちは。チャイプタカムリだ。よろしくお願いします。わあ、いい匂いする。わー、すごいすごい。わーお、はい、今もう施術の台に乗ってるんですけど、デカキンさん、なんかさっき辛いやつ食ってなんか腹おかしくなってトイレから出てこない。ということで、ドローじゃなくてヒカキンの勝利。激辛バトルは僕勝ったんでね。さあ、この後どうなるのか。これも勝てばもう圧勝だな。冗談抜きで全く帰ってこないの、トイレから。全然大丈夫なんですよ。さあ、デカキンさん戻ってきました。はい。さあ、どっちが耐えられるか。そうですね。いや、まあこれはもう幸せですよね、なんか。ね、もしかしたら寝ちゃうかもしれないですけど。じゃあ、そうですね。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。肩を。お、気持ちいいですね。あ、肩。あ、もう痛いですね。ケンさん、マッサージの大変だろうな。そうですね、やっぱいつもやっぱ時間足りないって言われちゃうんで、3時間とかやってもらうこと多いですね。このボリュームはあまりないですよね。初めてですね。あ、初めて。非常にしっかりとしたマッサージですね。いきなり顔ではないですね、これね。うわでも毛細血管攻められるのが痛いですね。今言ったら寝て終わるかも。今ヒカキンさん一歩リードじゃないですか。僕ちょっと痛いんで。マジですか。おお。ああ、これは気持ちいいわ。あ、痛い。え？あ、痛い。あ、痛い。うわ。痛い。痛い。肩の中までこうなんだろう。動くとは。すげえ。痛い。うるさいなんて、どこどこだ。いやいやいや、気持ちいい。今のところ最高。うわ痛い。今痛いんで僕はどうなっちゃうんだ、この後。痛い。
マジでこれ。あ、マジですか。僕はもうここでストップでもいいかな。すごい、ダメ、痛い。そこダメ、そこダメ。なんで言ってるのにそこはダメって。いよいよ顔です。コルギっていうね、韓国のマッサージですかね。さあ本番スタートです。動かし方がすごいですね。やっぱり美容で来る人の気持ちわかるな。今のところでもゴリゴリ全然ないですね。肩をほぐして、これは気持ちいい。結構パワフルですね。パワフルですね。これはこれ強い。骨ずれちゃうよ。骨ずれちゃうよ、一かげんさ。肩？今は顎。マジ？これはやばいわ。おー強い。やっぱ気持ちいいな。いやこれいいや、最高だ。顎の筋肉疲れてるからしっかり取れそう。花、おでこすごいっすよ、これ。あ、すごい、やばい。おでこやってます。いきなり始まった。いや、俺ほっぺだ。やばい。おでこもやばいが。やばすぎる、これ。すごい。なんだ、この頭蓋、ダイレクトアタックしてる。ダイレクトアタックかよ。非常に上品な香りとか、肌触り。ここから強いマッサージ来ると思えないですよ。おぉ。天気これ。え、待って、やだやだ、天気怖い。待って待って、ジャックジャック。No。 ちょっと微弱な天気でやってます。僕でも大丈夫です。僕電気苦手なんですけど。ジャクにしてください。これ以上はもう僕はストップかもしれない。ジャクジャク、鼻の中に電気が走ってる。いや、リアルジャックで、これはもうほんと、だいぶ弱い。普通的には2です。ああ、ありがとう。古いな、出かけた。鼻に来る前に弱めたな。いや、それもう電気が弱めで。痛い。これブロックですね。気持ちいい。ああ、気持ちいいぞ。おお。まあ。やばい。結構痛い。平気さんも痛い。結構痛いですね、ほっぺも。いい勝負だ。やっぱほっぺがどうしても。ほっぺ言ってんだもん。あ、痛い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 。やばい、顎が。やばい、始まった。つまんでる。なんで。顔ボロボロだ。やばいってこれ。なんか本当にさ、待って、本当にさ、大丈夫なんだよね。本当に恐怖感じるよ、これ。いや、これはね、物理の力でマジで効果があるやつだよね。痛すぎて顔もなんか感覚おかしい。ごめん。取ったろ。出かけさん同じのやってる？やってますよ。マジ？仕掛けじゃねえよ。曲がっちゃいけない、僕の曲がってますよ。デカギンさん強いんだよ、多分俺。地獄のマッサージ中にこう目を合わせるっていうテクニック。終わった。マッサージ
これはやったこれでかけんさ。いや、それはやってないんですね。だけやって。もっとやってもらった。絶対やってないだろ、これ。それやってないですね。待って、ちょっと待って、絶対やらせる。俺絶対やらせる。いやいや、違う。ダメ、絶対やったらダメ。ほんとコンパクトな時間でもいいんで、僕が痛がってたやつ、ちょっと重点的にやってください。お願いします。で、今ちょっと、ひかきさんも、なんで自分のお顔をちょっと触ってみてください。はい、なんかちっちゃい顔が。すごいよ。倍ぐらい変わってますよ。なんか顔がちっちゃい、ほんとに。ほんとになんか、いつもあるところの頬骨が奥歯、なんかちっちゃくなってるかもしれない、ほんとに。僕に合うマッサージをお願いします。いつもあるところちっちゃくなってるかもしれない。何する気スー、あれスー、あれ強いな。スー、スー、強いな。スー、痛いですよ、もういいですよ、やる必要ないっすって。スー、これはちょっと俺負けたかもしれない。強い。あとつまむやつ、つまむやついらない。つまむやつとかもう OKOKBeautiful! Let's go! Beautiful! Okay!はい、同点だね、これ。やっぱりほら、やっぱそうなっちゃうんだ。よし、冷やしてフィニッシュだ。息切れが止まらん。というわけで、激痛顔面マッサージコルギバトルドローン。ちょっと負けてた気もするんだけど、いや、勝ってましたよ。勝ったの、僕の方がやっぱ痛がってたんで。お互いなんでこんななんか尊敬し合っちゃってんだ。いやいや、俺負けてますよ。いや、すごいです、本当に。あんな耐えられるのは、僕無理です、本当に。いや、僕泣いてましたからね、もう。いや、僕も涙出てたんだ。長いですか。じゃあ、激辛も激痛もドローでした。はい、というわけで、お会計です。計30試合を。1人2万3千くらいですね。23万ウォン。で、2人で4万6千。46万ウォンでした。はい。ではぴったりありますので、はいはい、こちらでカムサムニダカムサムニダでーカムサムニダ。遅くなった。いやー、もうね、小顔になりすぎてもうね、頭身おかしくなっちゃってるかもしれないですよね。もう今見てる人はびっくりしてるかもしれないですね。遅くなったねって、みたいなね。そんな感じで肌の保湿までしていただいて、美容バッチリなんで、あとは食うだけということで。そうですね。ついに来ましたね、この2日目の夜。ここに持ってきたのが韓国激うま焼肉。それもね、聞いたところによると50年くらいの歴史ある、すごい人気店らしいです。最高ですね、やっぱ最高。韓国といえばもう美と食ですもんね。そう、美は終わったんで。終わりました。もう美しすぎて、もう、はい、わー楽しみだ。これが僕実は一番楽しみだったんですよ。もうまあこれがね、やっぱ食事だと一番期待してた。いいですよね、焼肉、はい、やっぱ食べたいんで。じゃあ、楽しみ。はい、到着しました。これなんかショッピングモールかなんかじゃねえのみたいなデカさなんですけど、これが焼肉屋なの。こんなでかい焼肉屋。超でかいんですけど、建物がサモンガーデンっていう焼肉屋さんで、すごい歴史あるお店ということで、入っていきましょうかね。行きましょう。わあ、すごいいい店だ。ワインとか並んでるし。フードコート買ってくれ、でかいよ。重鎮の部屋に行きます。うわあ、失礼します。おお、うわあ、すごいじゃん。はい、もう頼んでいきましょうか。はいはい、まずこれはね、特カルビと味付けカルビ、もういっておく。はい、で、この3種もいった方がいいんじゃないですか。歓迎の希少部位。あ、じゃあこれいってみます。はい、はい、で、カンジャンケジャン。カンジャンケジャン。あとはユッケ。これはユッケ。チヂミ。チヂミ、ちょっと赤いスープみたいな。ユッケだ。はい、わあ、楽しみ。楽しみだな。ほわ、炭火だ。炭火じゃん。こんな感じなんだ。うわ、これだ。おかずがやっぱすごいきますね。ほんとだ、これ僕ら頼んだわけじゃないんですよ。うわー、おかずがすごい。このキムチのさ、盛り方がすごい上品。綺麗ですね。それ。うわー、量が多いですね。ユッケだ。ユッケ。もう食べたい。うわー、まん丸。もうまん丸。ニンニク、これ。すごいのある。いや、食べたい。うわー。うわー。うわ
肉やばー。わお、いやこれでかくね。本場は食べてみたかったから。うわー、あーぶっ飛ばしていこうぜ。うわー、骨ついてんだ。やべー、いい色してる。すげー、やべー、これは美味しい。切れ目も入ってますもんね、よく見たら。そうですね、霜降りだよ、マジで。下に炭が見えてるんだよ。炭で焼くなんて超うまいですよね。待って、もう、 うわ幸せすぎる。やばいな、これバーベキューしてるぐらいのジューシーさだな。そうですね、これは幸せすぎる。しかもやっぱ全然煙横から吸い取ってくれるから。本当だ、臭くならない、全然大丈夫ですね。本当だ。いや、知らずに育ちましたね幸せってあったんだ。煙くなりながら食べてたのかな。そうですね、いただきます。いただきます。やば、これやばい。そのまま僕いきますかね。まずそのままいきます。はい、せーの。切り込みでこんな感じになるの。ジューシー、うまみすごいですね。ワイルドだね。肉のうまみ、ワイルド。ワイルドじゃないですか、でもワイルドです。うん、切れ目超ジューシー。油すごくて、切れ目の間から肉汁ジュワーって出ますもんね。ジュワーだね。塩つけて、うん、だから日本で食べる焼肉より僕は味はワイルド。確かに肉肉しいですね、本当に肉肉しい。すぐ網かいてくれる。うん、顔の痛みがちょっと和らいでいってるよ。回復してくれますね、このお肉は。そうですね、痛みを回復してくれる。チヂミ食べちゃおう。あったかいですね。チヂミ絶対うまいですよ。いや、これあったかくてもコロコロしてるんだよ。やばいんだ。はい、いきます。 Go ユッケ。やったな、この人は。うわ、やっちまったのか。中さ、もうさ、塩だれかなんかついてるね。ニンニク、ごま、すっごい油とかと合わさってるよ。合わさってんだ。やべえ、ニンニクと、こんな生のニンニクのせ、ネギと、ネギ、大根かな。見たことないね、これ。いただきます。いただきます。これはやばくないですか。うまい、うまっ。今サービスでデカキンさんの拳くらいのデカさっすね。ほら、そうっすね。デカキンさん、いや、もっとでかい拳にちょっとでかいキムチ届きましたありがとうございます。超いい、美味しそうなキムチ。これはやばい。本場のキムチをカット。すげえ、白菜もなんかね、丸ごとみたいな感じだね。うわー、ほんとそうっすね。あ、なんかロールキャベツみたいになってるよ、これ。あ、飾り付けをうまくやってくれたんだ。中に詰まってるでしょ、これ。ほら、包んでやってたんだ。うまそうだな。食べるしかないだろ、これは。中見ていいですかね、これね。うわ、これなんだろう。あ、え、角的みたいな雰囲気のやつが入ってる。やばいね。いただきます。まず、あ、うん、酸味が少ない。あんまり漬けたばっかりって感じだ。美味しい、うまっ。これ、うわぁ、これ生だよね。きれい。いや、そうです、生を漬けといたやつ。生の感じです。じゃん、けじゃん、いただきます。はい。うわ、かぶりついていった。うわ塩麺とろっとろ、すごいっすね。うまい。吸い込んでるんですよ、これね。吸い込み方が。何かカンジャンケジャンの気持ちで食べてるんですから、パッコとか言わないでください。ラスボスユッケジャン。やっぱ本場のやつはデカさと風格がすごいね。最高っすね。ね、いただきます。ユッケジャン、いただきます。もう締めだね。あ、うわ、出汁がすごいですね。なんだこれ、味濃いな。締めには最高ですね。最高だ。あっという間にデザートなんですけど、ぜんざいって言われたんですけど、もうあんこのみっすね。お汁粉みたいな感じ。確かに、ね、あ、でも
ドロドロ感がもう。いただきます。おお、汁粉だわ。まんまお汁粉、全体が餅みたいになってますね。確かにとろーんとしてる。柔らかい餅をなんかこの味にしたみたいな。ほんのり塩入ってます。これ気のせい。うっすら何か感じます。なんか俺感じるよ。これちょっと塩入ってる気がする。あのただ砂糖だけで超甘い感じじゃないんだよ、ね。いやー苦しい。うん、やべえ。おいしい。あホテル帰りまっか。あ、そうですね。もう夜ですよ。ごちそうさまでした。それではこちらで、これで行きたいと思います。56万本カムサムンダカムサムンダマシッソよマシッソよ。美味しかった。家、家じゃねえや。僕らの家ですから、今日も。いや、まあそうですね。今日も僕らの家。いやちょっと、せっかくだからもうね、夜は最後だから。はい。一杯飲みますかね。いいんすか、一杯、最後夜に。あ、行きましょう。男と男の晩酌タイム。これ、ルームサービスで、いっちゃん高い。これは、オーファスワン。ビテージ2012年ワイン好きな人なら知る人ぞ知るワインですね。聞いたことないですもん、はい、本当に美味しいんですよ。それもあラベル韓国ですね。あらあら、うわ、じゃあ開けちゃいますねこれ。うわ、まあ、気づけばもう旅もそうですね、これね、もう明日で終わりだ。寝て起きたら お土産はね買っていきたいと思ってるんですけど、嵐のごとく本当一瞬でしたね。すごいスケジュールで進んでったんですよね。すごい。あ、俺もしでかして、あ、ちょっと待って、あれ入れすぎました、もしかして。いや、そんなないと思うんですけど、あれこれこんな大変なんすか。痛いっす。最高級ワインって。そう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 、もうちょいです。あ、これコルク破壊されてるけどセーフだったわ。下にね、コルクいってなければ。はい、なんとか、あの、多分切り大丈夫。あ、セーフ。お、ほんとにヴィンテージだ、ほら。なんでわかるんですか。いや、ここのコルクの浸かり方が、うわー、長時間使ってる。すごい、はい、長時間使ってる感じ。失礼します。はい、いや、お疲れ様でございました。どんぐらい飲めますかね、これぐらいで。じゃあ、僕はちょっと入れさせていただきます。いいんですか。はい、もちろんです。失礼します。あ、でも爽やかないい匂いしますね。そうです。あ、ごめん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 。あ、優しいな。あ、アルコールがちょっとマイルドになってますね。それでは、500万円韓国旅行、乾杯。乾杯。だいぶ鈍いな、だいぶ鈍いな。せーの、乾杯。あれ、こういうやつなんだ。あ、こういうゴーンっていうな、鐘の音みたいな。まあいいっすね、鐘の音も。染み渡るわ。なんかいいっすね、これ。普通のワインじゃない。ちなみにこれ22万円です。22万円なんですかこれ。もっと早く言ってくださいよ、それ。あの、なんかもうちょっと安いはずだったんですけど、今ちょっとヴィンテージしかないのでっていうので。あ、なるほど、はい、でもね、今日だから寝て、明日朝、まあ、お土産買って帰るんですけど、だからほとんどね、旅のもう8割方、うん、駆け抜けてきたんですけど、最高すぎましたよねこれ。僕はやっぱり、あの、今回のこの旅で500万円をヒカキンさんに渡したいということで、喜んでもらいたいなと思ってたんですよ。それはどうでした？本当にこの、まだ終わってないですけど、マジでなんかボンって買って終わりとかじゃなくて、うん、この韓国を2人で行くっていうこの思い出に使えたのがマジで良かったです。最高でした、幸せでした、本当に。いやー、そんなヒカキンさんに言ってもらえるなんて忘れないですよ、これ絶対。うわ、マジっすか。マジっす。まあでもね、思い返せば、まあ、2014年ぐらいですよね、デカケンさんが YouTube 始めたの。そうですね、約2013年とか4年とかですね。ですよね、もうだからもう10年近いわけですよね。確かにそうだ。そう、8年、9年ぐらい経ってるんですね。はい、9周年ぐらいだと思います。で、まあ、正直ね、当初さ、はい、なんかこう、デカケンさん、なんか偽物がいますよみたいな感じで現れたわけですよ。はいはいはい、彗星のごとく。で、なんだこの人みたいな、わかんない人が出てきたなみたいな感じから、真面目に1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年くらいもう続けてきて、9年目ぐらいなんですかね。チャンネル登録で100万人突破して、もう110万人も超えて、はい、めちゃくちゃ真面目にやってきて、かつ500万もかけて僕をこんなところに連れてきてくれたっていう、もうこれは信頼できる
本当の仲間だと僕は思ってたんですよ。嬉しいな。特にこの旅でもうなんか今後も本当にずっと YouTube でなんか一緒に盛り上げていけたらなってもう確信したんで、仲間だなと思って今日は仲間の証やります。え、仲間の証ってなんすか。え、これってえ、ルイヴィトン。ちょっとね、これはね普通のただのプレゼントじゃないんですね。すごい思い入れがあってちょっと開けてほしいんですけど。はい。え、本当に何すか、何をやってるんですか。だってこんな旅連れてきてもらって、まあ、これでももうお返しできないぐらいのね旅だったんですけど。え、開けますね。はい。わあ、ちょっと開けますよ。はい、せーの。まだまだ、まだ、せーの、オープン。はい、なんだ。え、これってネックレス。うわこれね、僕が2013年か14年から10年つけてるやつと同じやつで、これをつけてるのはセイキンとうちの母ちゃんのママキンとあとマスオさんだけなんですよ。そこに同じやつを。いいですか、僕も。はい。これからもよろしく。これはすごいな。じゃあ首につけていただいて。はい、ちょっとつけます。なんかすごいですね、本当に。あれ、いいですよ。あ、ちょっとつけていいですよ。あれ大丈夫かな。もうこれつけたらもう本当真のね、永遠の仲間だなっていう仲間になれるんで。よいしょ。じゃあちょっと、あれ、ヒカキンさん、何してんの。あのサイズがちょっと、あれ、これロングサイズ。何、そんなにいらないんですよ今この時間。いやいや、いや、分かるんですけど、はい、いや、ヒカキンさん、これもういいっすよ、そういうこのままだと、いや、本当に全然足りてないですよ。はい、もう締め付けてもいい。15センチぐらい足りてない。締め付けて、ここは、はい。これが、だって、え、首来たようだー、来たようだよ。え、デカキン非対応モデルだったよ。まだ、あ、長いのがないですか、これ。そんな太いの首。太いっすよ、これ、だってやばいよ、これ、だって首かきっちゅうかすかっちゃうもん、だってこれやったら。うわー、一族で今までそんな人いなかったんだけどな。これでもさ、はい、倍近く伸ばさないと余裕なさそうだな。余裕ないっすよ。じゃあこれちょっともう一回レビトに行って特注にしてもらって1ヶ月くらい待たないと。じゃあ真の仲間に なれませんでした。あれ、ちょっと嘘だろこれ。どうなってんだよこれ。え、これ僕のだけ短いとかじゃないの。違う、してない、してない。これ普通の状態。普通の状態。そうそうそう、ちょっと待って考えますね、ちょっとね。はい、はい。プライズ失敗かよ。保留ってことあるんですか、これで。そうですね、ちょっとこれまだ。これで保留案件あるんだ。保留ですね。だって、あんな感動的な感じで一番大事なの首の太さで失ったんですか、僕。くしょ、ずっと準備して仕込んでおいたんだけど。嘘でしょ。はまんなかったな。はまんなかった。ネックレスにははまんなきゃいけない。悲しい保留が一個できましたけども。そうですね、まあ、気分切り替えて。あれ本音ですから。うわ、嬉しいな。すごいじゃないですか、もう100万でさ、普通ね、何買おうかなとかさ、なるのにさ、一緒にこうやって動画撮ろうって言ってくれるっていう。いや、僕からしたら、ちょっと、途中で言うのもあれだったんで、言いにくかったんですけど、ヒカキンさんと一緒にプール入って遊んだりとか、ヒカキンさんと一緒になんか、アイドルデビューしそうになったりとか、途中もあれですよね、王族様と、あれよかったっすね。貴族の一緒にやったりとか、なんか二人で行動したりとかしたことが山ほどあったんで、なんなら一緒に寝るまであったんですよ。こんなことが起きるなんて僕思ってなかったんで、それこそヒカキンさんの大ファンの人だったら1000万、2000万、3000万でもやりたいって人がいるぐらいのやつをね、今回のその有馬記念に勝たせてもらったやつでやらせてもらってるんで、これはもう本当だいぶ夢が叶いすぎてますね、この2日、2泊3日で夢が叶いすぎてて、本当に感謝しかないです僕は。でもヒカキンさんもうちょっとで多分10周年とかあるんで、はい、さらにここで終わらずに、はい、夢叶えていきましょう。はい、わかりました。ありがとう。ありがとうございます。ああ、またなんかいい成績残していきたいですね。そうですね、ちょっと本当に頑張りたいなと思いました。モチベーションをいつもくださるんで、一生ぶち上がり、よっしゃー、イエーイ。
はい、というわけで僕らね、ちょっと旅楽しみすぎて、はい、あんまり500万円中あといくらですとか今いくらですとか言わないでここまで来ちゃったんですけど、はい、ぶっちゃけあとこれ寝て朝お土産はだけは張り切って買いに行こうと思ってて、それしかないんですよ予定。明日お土産買うだけですもんね。そうっすね、もうスケジュール的にそんぐらいの時間しかないので、ってなると今この時点でざっくり約80万円使い切れませんでした。はい、今800万ウォン残ってるってことですね。そうだから500万円使い切れのうち420万円まではめちゃ使ってっちゃって話なんですけど、いやいや、はい、そうですね、はい、今回ちょっと使い切れなかったということで、まあお土産買ってもうちょい増えるかなくらいに。ヒカキンさん、なりそう、あの提案があります。え、はい、僕は約束しましたよね。何を？あのヒカキンさんに今回500万円おごりたいんですよ。いやもう十分、まあ、いやいや、したらどうするんですか。残り80万円おごれませんでしたっていうのは僕としても二つみたいな感じになっちゃうじゃん。なんか無理してね、そんななんかこうなんだろう、じゃあ明日なんか何でもいいからすごい高いもん買おうとか言う。いや、まあ、無理し全くしてないでしょ。だってもともと1000万当たったのを税金分ちゃんと引いて無理せず金額で500万円おごるって言ってるんですから。でもお土産屋さんで80万はいかないです。あのヒカキンさん、今回実はこのパラダイスシティにカジノがあるんですよ。そのカジノで僕もやったことないんですけど、ルーレットって言ってもう決まった番号とかに乗っけられるやつがあるんで、カジノで残りの80万円使ってくれませんか。いや、お願いします。俺はね、っていやいやいや、ヒカキンさんはあの強運な方って僕知ってるんで。ちょっと待って、いや、お願いします。カジノ全くやったことないから。いや、もちろん、いや、やったことなくても運でいける世界なので、ヒカキンさんお願いします。残りの80万円を使ってください。いやー、でも、いや、ちょっと待って、もともとでもデカキンさんのお金だから。いや、でも、おごりたいんですよ。いや、俺でも、じゃあカジノは経験として見てみたいじゃん。やったことないから。はい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 、そういう意味ではじゃあデカキンさんが、はい、思うところに引っ張らして。いやいやいや、違います。だからヒカキンさんの好きな数字にルーレットでかけましょうよ。ルーレットにはその数字に止まったところで36倍にまでなるすごいゲームなんで、ヒカキンさんの好きな数字にかけましょうよ、残りの80万円。いいんですね。はい、いいんですね。最終警告、いいですね。もちろんです、もちろんです。やっぱ500万円もおごりたいんで。いや、僕は好きな数字は7です。はい、じゃあもう7でいきましょう。ラッキーセブン。はい、ルーレット7で。いや、でもそれだけだとなんか僕ちょっとなんか全部外れたら嫌なんで、デカキンさんの好きな数字もじゃあ入れてください。あ、2人の数字で勝負するってことですか。がいいですね。公平に2人とも出した方がなんか、なるほど、気持ちが楽になる。なんかそう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 、わかりました。じゃあ僕は29、肉お肉屋さんか。お肉が好きなんで29なので、ヒカキンさんの7と僕の29両方を同時に毎回ルーレットかけて、当たれば一気にもう半分以上返ってくるっていう。大丈夫かな。いや、大丈夫です。もうそれはおごらせてください。もう500万円おごりたいっていうことなんで。まあ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 、まあ、僕はあくまで好きな数字を言ったんでね、言っただけなんで、ね、はい、あとそれをなんかやるのはデカキンさんなんで。いや、もうこれはもう本当にデカキンさんの気持ちで当たると思ってやってください。運で。まあ僕はでも好きな数字は7です。7で。じゃあ7と29でやらせてもらいますんで、80万円分。そもそもこのお金、デカキンさんが競馬の有馬記念で思いっきり当てたお金なんだよね。そうです、そうです。だからじゃあまあその強運にかけます。僕は、僕も、はい、運ありますし、何よりも僕よりも強運だと思ってるのがやっぱりヒカキンさんなので、最後にこの強運の2人でカジノで大当てして最高の旅で終わりましょう。あとですね、ちょっとこれ言っとかなきゃいけないんですけど、はい、あの今日あの今急に決めたことなんで、もちろんあのカジノ会場の許可取りとかも何もできてないので人もたくさんいらっしゃるんで、はい、撮影はできませんできない。それだけはごめんなさい、撮影はすみません、できません。まあ、しょうがないですね。はい、YouTuber もちゃんとね、撮るべきところの許可取って、はい、やってますんで、やるべきだから撮影はできないんですけども、もう明日の朝には結果分かりますんで、まあ、じゃあ、はい、俺らこれ行ってきますって言って、はい、朝になってってなってるか、はい、シャーってなってるか、シャンパン飲んでるかみたいなね。そうです、どっちかし、もう風の方だと僕は思ってます。強運の二人がいるわけです。そもそも寝てないかもしれないですもんね。もうね、そうです、もうずっとやり続けて。しかし、やるしかねえが。来た、ヒカキンさんが覚醒した。あ、行ってくるわ。じゃあ3倍にしてくるわ。おっしゃ、行こう。あ、行くぜ、ほら。でもさ、次じゃあもうラスベガス編かな。そうっすね、次も、もうまたそれでもういくらになるか分かんない。500万また超えるかもしれないから。はい、とりあえず半分以上になったらやめてもいいってことをルールだけしましょう。あ、まあまあ増えたら、ね、そこでやめやめ。はい、まあまあ増えたら OK、行こうぜ。じゃあ、じゃあ最後、強運のコンビ見せてやるよ。おっしゃ、行こうぜ。おっしゃ、行こうぜ。行きましょう。ゴー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 。行きましょう。じゃあ最後は大勝負行くしかねえか。行くぞ。
大丈夫だ。当たる気しかしないです今は。よっしゃ行くぞ。行きましょう。よっしゃー、よっしゃー、ルーレットだ。よっしゃー。叩きすぎです。ヒカキンさん、あの今夜中の2時なんですけど、はい、さっき出てった時は12時で朝ね結果言うって言ってたんですけど、はい、あーダメダメダメ、あの今カジノ行ってすぐ帰ってきました。はい、はい、ですぐ夜中に撮ってる、急遽撮ってる。ということはカジノ勝ちました。やったやったやったこれ、はい、これちょっと、詳しい人だったら分かると思うんですけど、札の単位変わってるんですよ、この札の。はい、最初持ってったのが1万ウォンで、今回5万ウォンに変わってますから。5万ウォンの束3個になってるんですよ。いくら買ったかというと、はい、130万円になりました。すげえ。まあ、もともと80万円持ってたんで、はい、まあ、そのプラマイで言うと50万なんですけど、そういうことじゃないですよ。で、動画撮ってない時にこういうこと起きるのっていう。簡単に言うと、行く前に言ってたんですけど、僕7にずっとかけてて、はい、そこにかけられるマックスの金額で7をずっとかけてたんですよ。はい、で、デカゲンさんは肉の日で肉に29にかけてたんですよ。かけてました。そしたら、なかなかね、惜しいとこは行くけど全然当たんなくて、当たない。途中ちょっと当たったりしたんですけど、10回目くらいでもうなくなっちゃってかけるお金、最後の1回ですね。そうで、そこでちょっと足りなくてマックスにかけるのが、はい、で、デカキンさんが、いやでもヒカキンさんがにマックスでかけていいですよって言って、はい、やっぱり運はヒカキンさんにあると思ったら最後に、いいすか、うわーもうあれかーとか言って7にパン置いて、7の右下の十字のとこにも置けるんですけど、そこにもう置いてマックスで、はい、少しでも7に来た時の倍率が良くなるように、そう、もう買いました最後の1回は。そう、それでスピン、シュル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 、毎回空気を毎回乗ってましたね。神社かのような真っ暗で遠くの星をイメージして、あ、そんなイメージしてたんですね。そうで、コインも全部僕揃えて、上向きに揃えて真ん中に綺麗に置いてたんですよ。そうだ、最後そういう、なんなら怒られた、これ揃えなきゃダメだよって。そう、そう言って揃えてずっとやってて、はい、祈ってたら玉がコンって跳ねたら、結構7と遠いとこでもう跳ねちゃって、はい、はい、終わりと思ったら、もう2人とも絶望で、そしたらカン、ちょっと横にカンってなって、カンカンってルーレットもまだちょっと回ってるから、カンカンカン、赤の7です、スコーン。そして僕、シャラー、見たきゃ、俺見たきゃ、見たきゃ、シャラーって、デカキンさんとこうやって、ちょっとここね、捻挫するぐらいで、あ、そうっす、オラーって、こうやって拳、こうやって、オラー見たきゃ、拳壊れましたか。もうね、六国籍くらいの人たちが、誰、どんなだったか、うわー、あ、見るからにヨーロッパ系の人もいたし、はい、アジア系の人もいたし、みんなもう、うえーみたいになって、そうです僕当てた後に、そのルーレットの台、めちゃくちゃ人いっぱいかける人来て、ここ当たるぞみたいな感じになって、そう、みんなさ、周りの人はさ、なんかこう、かけるとこどんどん変えてってんのよ。いや、俺はもう7しかやんないって、本当に最初から最後まで全部マックスのレートで7にかけて溶けてったのね。はい、最後にラストの6枚が0か130か130。わあ、誰もが0と思った時に最後7を出すっていう奇跡を。いや、あれね、僕あれちょっとね、自分はヤバいやつなんじゃないかと思いましたね。いや、持ってますよ、だから。そう、あれなんか向いてますから、本当にそういうの。序盤でさ、2、3回目で来てたら、あ、これ結構当たるかもとか言って、また違う、良くないシナリオがあったかもしれないし、はい、その中で、1個にこうやってやってて当てるって、そんな確率じゃないんだよっていう中で、一番最後で当たっちゃうっていう。そうっすね、0円。いや、俺信じらんねえ、マジですごいな。なんか今こうやってバンバンバンってここなんか若干傷ついてるもんね。そうですね、発狂しすぎて。あと、あの場でもあのヒカキンさん、うわ鳥肌だって言った時、全員がその鳥肌見に行きました。そうなんか、前なんか金髪のお姉さんがさ、鳥肌、そう、笑いながら鳥肌すげえ出てる。そう、だからリアルに言うと、もう最後かけたやつで言うと11万円、11万円かけたのが129万円だった。はい、18万円増えたってことか。そうです、そうです、そうですね、100万円以上増えてるってことです、その場から言うと。いや、だからね、でもこれはもともとさ、はい、さっき2時間前にデカキンさんがカジノでもう最後全部使おうって言った時に、はい、結構内心ガチで止めようとしてたんですよ。でもそもそもデカキンさんのお金だし、せっかく
ね、韓国来たし経験してみるかってもね、行ってなかったらこうなってないんで、もうだから知ってもらいましたもんね、この感動を、はい、もう奇跡を起こした時の感動がやっぱこの人持ってるんだなっていうのをすごい思いましたね。やばいな、奇跡を起こすんだな。次はシンガポールのカジノ会場でのめり込んでる、はい、のめり込んでるまあまあね、あの自分のねかけられるお金の中でね、はい、範囲内でね、そうですね、いやーすごかったな。で僕らもねちょっとねもう目ちばしてたんで、もう一回いやこれを元手になんかすごいチップになったんだよね。そうです、あの見たことないコインももらえて100万円のコインみたいなの出てきて、はいってかけそうになったんですけど、僕がいやこれは本当はもう0円になる最後の圧で当たったって、なんかここは使わないで、はい、買って帰って、はい、これ結果、はい、事実としてさっき80万持ってった80万は使い切ったんですよ、最後の1回で当たったから。だからまあそうですね、はい、だからこの韓国旅500万円使い切れ、韓国旅は500万円使い切りました。え、だって最後の5枚のチップが置いた瞬間に一瞬手から離れて、僕はもう500万円あれ終わってるんで、てか、まあ、この旅を通して500万円楽しませてもらったんで、これはそのお金ではない。待ってください、だって実質僕そんなに500万円しっかり奢れてない、残ってるじゃないですか、だってこのお金はもう違う、あそこで新登場した新発売した、新発売した、新発売した、あの完全に新しく生まれたお金で、それも 元をたどれば、この500万円ってデカキンさんが日本の競馬の有馬記念で当てて、でなんか僕に感謝してくれてるって言ってね、はい、で旅に来てまたここで生まれてっていうお金ですから、これはもう好きに使ってほしいですよね。それももしよかったらまたなんか動画撮るっていうこととかもあるし、ね、うわいいんですか、その時じゃあまたお誘いさせていただいても。あ全然全然、なんかいいのが思いついたらいつでも誘ってください、その時は。なんかねやっぱポンってなんか買うっていうのも本当に欲しいものがあったらいいけど、この景色とかあの体験とか、まあ、韓国の ね観光とかも含めるともう本当にこの使い方でよかったなって思うんで、やばいな、俺これなんかちょっとかっこいいっす、なんかやばいっすね、やばいっすねこれ。じゃあこれはもう今まで通り僕のお金として貯金になり、もしかしたらヒカキンさんと動画撮らせていただくなりで、そう、ね、ただね一旦これ2人で考えた最高の動画これ撮れちゃったんで、はい、また思いついた時に、はい、温存しておきましょうよ。そうですね、はい、まあ、全然思いつかなかったらもう毎日の食品使っても全然いいわけですから、食品、はい、これからも僕たちのヒーローでいてください、ヒカキンさん。よろしくお願いします。お願いします。うわ、ちょっと僕も今なんかゾワって震えました、マジで感動がすごいな。やばい、今年1年頑張れそうだなマジですごいね。金額もまあね、金額がじゃあね、なんかね何千万になったとかではないんだけど、はい、あの玉が7に最後で止まるっていうのは、これ終わんねえわ、このトークだけで1本動画撮れちゃうんですよ終わります。すごい、さ最終日3日目、奇跡、おやすみなさい、おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。いやいよいよ3日目、お土産買って帰りましょう。帰りましょう。いやさよならホテル。いやいいんすか、デカキンさんもこれ、はい、行かなくていいんすか。あ、昨日たらふく泳いだんで。あ、そうですか、いいっすか、ずっと行かれました、昨日の夜は。あさよなら、こんないいプールが最高だった。じゃあお土産屋さんの方行きましょう。行きましょう。へっデカキンさん、なんか買いたいお土産とかあるんですか。はい、僕はやっぱりあの美容パック、あらパックがいろんなのあると思うんで。一緒じゃないですか。え一緒っすか、まさかの。美容パックとかそういう化粧水みたいなやつ、はい、そうですね、美容系はやっぱ皆さん買うって聞くんで。そう、もう僕は買いたいですね、それが買えればぐらいの感じで。デカキンさん、なんかお菓子とか言うと思ったのに。いや、お菓子ももちろんです。あとお菓子とあのカカオトークのキャラクターみたいにいるらしくて、そのキャラグッズ、キャラグッズも欲しいですね。確かにね、あのね結構ね韓国で会った人ね、スマホ見るとねカカオトーク、いやそのここはもうカカオトークが LINE みたいなもんらしいんでそうですね、あるかな教育とこに。ちょっと探していきたいと思います本当に。はい、お土産買うね、南電市場というところ来ました。下町っぽいところみたいなんですけど、どの店で何売ってるか全然わかんないんで、ちょっと見ていきたいと思います。行きます。行きましょう。めっちゃ下町だわ。めっちゃ下町。お店を、あ、
あ、日本のあ、私日本の作ってきました。あ、すごい。ありがとうございます。いただきます。なんとか撮影している。グルメみたいな。あ、おいしい。乾燥した苺めっちゃちょっと食べてみた方がいいです。いただきます。おいしい。うん、すげえ酸味あるこれ。すいません、いただきます。あ、すいません。いただきます。 香りがいいけど、本当のごま油で。あ、美味しい。うまいじゃん。顔、美味しかった。美味しかった。はい、ありがとうございます。パックって言ってたけど、俺の方が俺はもう嬉しいかもしれない。なんじゃ、これはお前ですから家帰ってね、こんな量だから。うわー、ありがとうございます。はい、いただきます。これは日本で一番大きなイチゴ。うわー、ありがとうございます。 ありがとうございます。カムサハムニダ。カムサハムニダ。なんかね、アメヤっぽい感じがするね。いや、これパックとかちょっとやるな。パックたくさん細かく買うタイプね。はい、爆買い。 お菓子屋さん発見。買いましょう。で、あ、ちょっと火加減さ、この隙間通れないですよ。何があるんですか、そっちには。火加減さん用件になったな、これがな。どこにありました。やたらクレヨンしんちゃんあるね。韓国でそうだ人気なんですよ、クレヨンしんちゃん。BTSのパックとか持ってるね。韓国版ポッキー。あ、なんかキムチとか、カップ麺系とか、あとはチャンジャ的なやつとか、おかゆとか、こんな感じです。 で、ガキはこれにしました。で、これ4種のチーズ味は僕食べたことないんで、これ買いました。で、これも美味しいカップ麺っぽかったんで、インスタント麺っぽいんで、これと、あと、で、ガキが蜂蜜かかってれば何でもうまいんで、これ超有名だと思うんですよ、多分。蜂蜜のピーナッツみたいなやつと、これも蜂蜜かかってるお菓子、絶対韓国は美味しくしてくれるんで、で、最後このずっとひなってたおじさんのおじさんピーナッツの全員買いました。これ大満足です。うわ。 じゃあ帰りますか。帰りましょう。はい、もう飛行機の時間ギリギリになってきたんで。やばい。帰りだす。じゃあね。ああ、なんか、あ、なんか、あ、丸よ。ただいま。喜んでる。わお。いや。 韓国のキムチがもう家にあるよ。すごい、あのもうね、一瞬っすよね、本当に。早かったっすね、やっぱり。2時間、2時間ってあっという間っすよね。やっぱり行って帰ってくるの本当楽でしたね。やっぱり空港でちょっと次どこだとかっていうあれはありますけど、思ったよりも楽でしたね。楽っすね。ってなわけでね、ちょっともう振り返ることができないくらい盛りだくさんの旅だったんですけど、はい、あえてじゃあ一つ、これ思い出だったなみたいな一つ、パーン。 もう悩ましいけど、いやほら、今も頭に浮かんでるやつだよ。はい、もちろんあれですね、感動のペンダント。おお、ありがとうございます。感動のペンダント、本当の仲間に差していただけたって記念のペンダントが付けれなかったっていう、あのエピソードだけはもう苦く美しい思い出として残ってます。前の長さに発注します。あちら、ありがとうございます。はい、これなんだろうな。プールがやっぱり出てきちゃうな。わ、プール。プールとパラダイスシティがすごかったなっていう。そうっすね。こと、あとは食い物が全部うまかったマジで。一個もなかった。なんかもうこれちょっとあんま好きじゃないなみたいなのは一個もなかったっすね。マジで全部美味しかったっすね。マジで美味しかったね。あのだから、わあ、ここまでやっぱ味覚合う国は僕いろんな国行ったけど、なかなかここまではなかったんで、まあ、もし韓国行ったことない方行ってみるといいと思いますよ。おすすめです。お
マクドナルド食べてますはい、朝の4時でしたっけ。まあ最終的に食べ終わったのは5時ね。はい、朝の5時に大量食いしてますね、はい、マクドナルドね。韓国限定のあのバーガーを探して食べてますんで。韓国にしか売ってないあのマクドナルドのラインナップも全食いみたいのしたんで、はい、非常に衝撃的だったんで、ぜひ概要欄からご覧ください。ぜひ見てください。はい、というわけでこの動画もしよければ評価グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV とデカキン TV のチャンネル登録もぜひ、そして僕ら SNS もやってますので Twitter、インスタ、TikTok などフォローお待ちしてます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。お願いします。
じゃんけんタイム。いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。バイバイ。ちょっと僕一緒に言うの良くなかったですよね。やっちゃったな。ちょっともう一回最後にやっちゃったな。いやすいません、あの重低音のあれがありますもん。あ、そうですね。じゃあもう一回いきますよ。僕前の方が、そういえば重低音伝わるっていうのこの前分かりましたよね。僕が最初バイやった方が重さが伝わる。じゃあもう一回いきましょう。はい、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。重点音伝わりますね。そっちの僕の場合見した後の方が嬉しいです、はい、ありがとうございます。ダラク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 。